どうも、どうも、こんばんは。こんばんは、松本ゆうきです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、こっちも動いた。あ、和骨です。どうも、どうも。ですね、はい、ありがとうございます。すみません、お待たせしました。今日は、ツイッターで告知したんですけれども、モダンでですね、今、つけてるところなんだけど、モダンで、青黒エルドラージですね。こちらです。はい。青黒といえばね、やはりこれとこれということで、エルドラージアグロプラスインバーターコンボですね。はい。インバーターコンボをちょっと試してみようかなと思っています。そうですね。先週の、可能性ですね。はい。でですね、今ちょっとここでフェッチ入ってるんですけど、井川さんのね、コメントによりよりよくアップデートできそうなんで、ちょっとそこだけ、更新しますんで、少しお待ちくださいね。なんだっけあれ、ダメラン青黒で検索して、持ってない気するな。アンダーグラウンドリバーなんだ。持ってなさそうだから買わないとない気がする。ないっすね。じゃあチケットをよいしょ。アンダーグラウンドリバーを4枚購入して、デッキに入れて、いざリーグですね。アンダーグラウンド C。あ、どうもどうも、こんばんは。そうですね。僕の今回のリストは結構エルドラージ寄りになっております。まあ、これがどれがいいかはちょっと難しいですよね。正直、全くわかんないんで、とりあえず試してみてから決めようかな、細かくしようかなっていう、まあそういうのが強いですね。実験的な、こう、狂乱じゃなくて、なんだっけ、実験的な、試み的な、あれです。サムシングです。青黒、ウルズじゃない、青黒エルドラージだ。間違えた。青黒エルドラージで、フェッチを全抜きしてこれ入れると、ちょっと色カウントが足りないから、まあ、基本地形を、まあ、減らしてショックランド増やすんだったら、ショックランドだったらまああれでいいかな。ダークスティール、違う、ダークシックか。あれはダークシック、ん？違う、なんだっけ、ダークスリック、ダークスリック、ショールズ。こっちの方がいい気するな、ショックランド。まあ、散らすか。沼1で、こんな感じ。一応まあね、パスとかもあるんで、基本地形最小限はまあね、まあ、たしなみです。てか、これあるじゃん。これは減らしすぎだな。これはダメだっつって。これも抜いちゃうかな。これね、ちょっと前に、高橋優太さんですね。彼が挙げていた、青黒エルドラージ、まあ、コントロールっぽい構成の青黒エル、あ、エルドラージ、青黒インバーターコンボに4枚投入されていて、あ、これいいなと思ったのに今真似してるんですけど、ちょっとね、タップインがきついとか、色マナきついとかで抜けそうだなって。試さないと分かんないからね、強さはね。まあまあ、11にして、でしょう、まあ、こんぐらいかな。まあ、4枚あればまあまあいいでしょう。これでちょっくら試しにチャレンジ。ちなみに色マナソースが4、8、12、10番、14プラス16、16か。16、16の4、8、11のこれ。さすがに色マナ余裕ですね、これ。なんならまあ、トリシンも、あれがあるんで、なんていうんだっけ、あれ。タリスマンがあるんで、トリシンすら、まあ、二重カウントあるから、まあ、余裕ですね。色マナ大丈夫。本当に大丈夫かしら分かんないけど。 まあ大丈夫と仮定して、大丈夫と信じて突っ込みましょう。欲張りレシピで、どうなるかな。まずね、コンボの部分がいらないとかね、なりそうなんですよね。まあ、殴る。エルドラージ殴るっていう構成にもう相反してね、もう早速もうね、何がしたいか分かんない反応来ましたね、これ。何やねん、このデッキっつって。まあ、ただ、
このゲームはですね、ロンドンマリガンが可能でございますんで、でもこれ、3ターン目ジェイスって実は結構強かったりする。これでもいや、ここはね、多すぎたらさすがに弱いよね。マリガンしよう。おやる気、ちょっとやばいけど。これ、生涯出ないと思うけど、まあいいか。でまあ、こういう時は、このいらない部分をね、ちょっと、ボトムに送ることで、カバー。おこれは、あれか。出なそうなリアリティスマッシャーか。まあでもスマッシャーかな。そう、マリガンしてる時にね、イートラックはちょっとですね。コンボの戦ったっつって。いや、そう。あ、やばいやばい、あ、すいません。足つった。痛い。足が。ああ。大丈夫、ダメージはない。あ、プッシュいらない。とりあえず3、2でアタッカー。これ、島の方が良かったかも。クロクサタッチ、あ、確かにクロクサありそうですね。うわぁ。どうせならこっち行ってくれ。またリシェイパー。う頼む、土地を。あ、く島の方が良かった。こういうのやるんだったらより島の方が良かったな。あ、これあれじゃん、しかも解雇でまさか、やばいやばい、完璧にやられた。さて、でもなんかいろいろいけそう。うわぁ、6点クロック。やべぇ。これは負けたか。いや、置いた方がいいか。スマッシャー引いてもでも勝てない。でもどうせ土地があったらこれで捨てられて負けたもんな。まあ、いいか、とりあえず投げるか。アウトロック。恐ろしいデッキになってしまった。あ、土地を置くってことはもう余裕ですね。しかし、打たなかった。何でしょうね。とりあえず殴って、これで9。何枚出しましょうか。出して、よいしょ。これで相手の手札次第では、例えば土地とかだったら、なんだけど、あ、プッシュか。そらそうか、フェッチを置いたということは、プッシュ。フェイタルプッシュで何台を除去か。あ、そっち。ハンドです。これで一応じゃあ1点になったな、つって。まあ、土地引かれたらね、あれがそれなんですけど。はい、カラス。一応まあまあ、こっち持っておくとね、これがケアできるんで。でもまあ2点2点で残り3か。あんま変わんねえな。当たったらあっちも良かったな。いやまあ負けなんですけど。ん ?2 枚で。いや一応ワンチャンあるか。相手がここでプッシュとか引いたら、まあワンチャンですね。ハンデス全部ダメなんで。まあ、フェイタルプッシュぐらいかな、耐えれるのは。えドレッドボア。なるほど。いや、いい回りでしたね。完璧なムーブ。しかし8ラックは安定性に難があるデッキなため、まあ僕も難があるんですけどこのデッキにも安定性に難はあるんですが、まあ、とりあえずこの辺全部抜いちゃいましょうか。でこうこうこうの、まあでもそんなにいらないか。じゃあまあハンデスぐらいあってもいいかも。いやー、新択者ね、どうしようかなこいつってラストターン引いてきて結構打って出りましたね。しかしね、今のもね、こっち引いてればもう余裕ですからね。余裕ではないか、別に。いけるかな、これ。あ、やばい、まだ足痛い。
なんかもう 俺はただの、でもこいつあるから、結構、火は強いかもな。こう、こう、こうみたいな。なんか、これはいける気がしてきたぞ。やはり難題。2ターン目に何か足したいな、これ。2ターン目にタリスマンも、まあ悪くはないですけどね。動きとして悪くはないんですけど。えい、えい。今こそウギンの目欲しいですよね。ウギンの目があったら、ウギンの目からアーボーグを置くと2ターン目にこれ出るんですよ。すごいっすよね。2ターン目これって結構半端ないっすよね。インバーター2ターン目。ウギンの目欲しいな。だって考えると、レガシーもあり。もしかして、レガシーインバーターコンボという可能性？あとこれ多分沼持ってきちゃうんで、もう、タッサ出ねえっつって。タッサ出ねえぞこれっつって。タッサとかジェイスとかも生涯出ない。あ、フェッチランドを使う。うわー。うわー。難題。ミミック、フェッチ。きつい。頼む、ジーン、ジーン。おり、まあ、こっちの方が強いな。火力が。まずいな。やられてしまう。やられてしまう。これで2枚半ですが、やばい。かっこいい。はい。これ、こっち出したらワンチャン勝つんちゃう？この、こいつらが。太い黒くデッキ戻って。これで信託者引いたら、あ、出ねえわ。ダメだ。色まない。あ、これこっちか。出る出る。信託者引、あれ？これまさか。あ、はい。来い、信託者。勝つぞ、引いたら。結構勝つ。あ、そっちも強いな。悩ましいな、これは。悩ましいっすね。これ出すと、やっぱりこれのドグラムとかもあるし、ちょっと怖いんで、土地場でも置きたいな。いや、お金は良かったかな、今。なんか今のちょっと違和感があるな。フェッチは切りたくない、まだ。いや、難しい。今、インバーター行ってたら、まあ、一応3番なんですよね。3番だけど、まあ、かなりその、2回殴ったらどうせ勝つし、みたいな。ならんだったら、この辺のスパでもなるし。あー、まずい。あ、じゃあフェッチ切る。じゃあフェッチ切る。待って、アップキープ、アップキープ。ダメか。あ、ミスった。くー、カラスの罪。でも、うち4マナもあるんで、ちょっとよかったかな。5マナあったらいいか。うわー、ザ・ラック。来るなー。痛いー。痛いー。何もない。きついなー。リアリティスマッシャー引いたら勝ちなんですけどね。まあ、とりあえずダークスリック、ショールズを。これは？これは、いいことが起きるかもしれない。ハンデ。手札を多く保つぞ、俺は、つって。はい。かっこいい、いらない、終わり。手札を多く保ちましょう。こう、ロークスワイン。で、フェッチ切って、はい、ダメージはなし。なんか来い、なんか来い。な、お前か。なるほど。いや、しかしこれはまあまあ肉だらけいくか。ワンパンだしって、てかもうワンパン、これ、いつの間にワンパンになってるんだ。じゃあで、これを黒黒に変換し、なんだい？じゃない。インバーター。あれ？インバーター。あ、あれか。そういうことか。これのあれが。黒黒にして、これで、いけ。ふん。これでね、まあ、スモールポックスとか、
これとかトップデックされない限りは、まあ、勝ちですからね。コンボとは、まあ、ただ相手がね、相手がまあハンデスデッキなんで、まあ、ハンデスデッキ本来まあね、多分8トラック相手だと普通にやってたらもうコンボ揃わないんで、じゃあこれ抜くか、うん、でも抜くカード多すぎるんだよな。相手のハンデスを抜くためにハンデス入れるんだったら、まあここ抜いた方がいいか。え、でもさっきトップが強くなる可能性、いやまあ捨てれるしいいか。いやそう、でも普通のデッキこそ、普通のインバーターコンボこそ多分こうやってきついはずなんで、まあ、そこに行けるというのはまあ一個の福音的なね。これジェイスそろコンボ揃っとるやんつって、コンボ来てるけどが当然ハンデスんじゃない。これは囲いを打ちます。相手のね、いやもう無限にあるね、スモールポックスとかやだな、土地ないし。ただ先手のこの状態でスモールポックス打つと相手結構きついから、まあ、これでいいか。それこっち寺院じゃないし、多分スモールポックスここで打ちづらいはずなんですよね。打ってくるかもしれないけど、打ってくるかもしれないが、でこちらのハンドも分かんないんで、まあ、ここで打つのは結構な損。はいはい、まあ、ですよね、打ってこない。お、寺院も引いた、素晴らしい素晴らしいのが、素晴らしいですが、ここはタリスマン、もうボックスもあるしね。で青マナ引くと勝つ、いやこれがあんのか。勝たねえな別に。これは使ってる、勝ったか。はい、打ってきましたね、スモールボックス。まあ、当然もうこちらミミックをポイして、沼をポイして、ジェイスが欲しい。おお、フィルターランドも入って、ジェイス欲しい、違う、ジェイス欲しい、そういう意味じゃない、そういう意味ではない。ジェイスが欲しいって言ったのは意味が違うんですよねつって、間違えたな言葉。まあ出すか。く、青マナが出ない。色マナー、マジでこのデッキ。しかし相手のハンドが、あれや、もう打ったのか、ドレッドボアだけかな、あ、そのまま切ってるのか、これで。でここに打ってくれるとジェイスが生き残るため、そうすると音声認識でネガーマの街、お、来た来た来た、よし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 、いてえ、これ3点くらいなのか、これ置くのに。でしかしこれ次のターンはもうインバーターで勝ちだから、まあ相手にしよっか、まあ、カラースの罪でも相手手ゼロだから、まあ、ジェイス切るだけだし問題ないですね。相手を対象に取って、だこれ出す意味あんのかな、これめっちゃ張ってきたな。まあ出すか、とはいえ黒えい、インバーターコンボが揃ったぞい、えい、デッキ4枚なんで一応これ相手対象でいいかな。またこれは裏目ある、これわかんない、まあ、ジェイスが死ぬだけで死ぬしかないから負けパターン、まあ、これさ相手でいいか。で3枚になるから次のターン帰ってくれば、まあ、勝てるので、はい、リリアナ・オブ・ザ・ベール、土地は置かなくてもいいでしょう、置いてもいいか。いやでも3枚あるとちょっと怖いな、さすがに。なんか急にハンドが全部なくなった場合死ぬ可能性あるか。え、来た、これもしかして勝った、これ最後はインバーターコンボ決まった、おお決まった、インバーターコンボ、うおやはりインバーターが最強ってことか、まあ、パイオニア最近勝ってないらしいですけどね、インバーター。いや両方ともやりましたね、インバーターコンボで勝ったし殴って勝ったし。いい最終回だったって。いやーよかったなっつって、やはりね、あそこでちょっと、まあ、ジェイスって言ってしまったところからね、まあ、ちゃんと修正して青マナって言えたんでよかったですね、はい、音声認識ちゃんと成功しました。先手でマリガンですね。お
これ不自由 これ不自由だな。やるか。さすがにこいつやらなくて、まあまあ囲いから思考囲いから、まあ2ターン目多めにタリスマンからまた囲いっていきそうですけど、まあ、相手の手札見た内容次第ではまたアリシェイパーもありですね。青白コントロール。とりあえず、これまあ、アークメイジチャームの消しといて、確かにな、モダンにもいたな、青白コントロール。フェッチを置いてきた。まあ、とりあえずじゃあまあね、ここは難題の、じゃない。またアリシェイパーをプレイしましょう。いいもん引いてますね。これ欲しいな、俺も。おおって感じだな。今出すと負けそうだな。シュプリームバーディクトにより。またあり。そう、またあり。またありシェイパー。シュプリームバーディクトがあって、これあれか、バントコントロールか。あ、でもタップインということはっていうか、はい。アストラボール。まあ、これは囲いのいい打ち解きですね。うん。えいからの、えい。え？ラスしかないけど。ラスは良くないけど、まあ、逆にラスしかないんだったら、テフェリー抜いといて、っていう説もあるな。てか、ラス打てなくない？これ。よく見ると。これよく見ると、ラス、あ、いや、打てるか。え、強このカード。ストラボール。色モナという概念が崩壊してしまう。いや、でも困ったな。強いな、これ。え、まずい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 。インバーター多すぎる。インバーターやばい。出せない。困ったなぁ。これ困ったなぁ。困りましたね。え、ああ、強い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 。コアトルも強い。え、やばい。これどうすんの？ジェイスか。ジェイス出ねえ、マジで。生涯出ねえぞ、これ。ルイン使った上、島切でジェイスだから、マジで出ない。これ通る瞬間伺っていくしかなかったかな。ウーロ、きつーってか、色間、これなかったらどうなってんだよ、このデッキ。おかしいだろう。色間な。俺よりきついぞ、お前、この。緑、緑、青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 、緑、緑、白、白、無色って、おいっつって。あ、本当だ、トリオスクさんいますね。とりあえず、ブロックされて、はい。バトルフィールド。おお、おお、つって。え、もう出しちゃう、これ。でも2枚やるんだよな、スプリンバーディクト。え、でもあれか、これが一応、無限に回るもの、インバーター。でも、いかんと無理な気がするな、これ。だって、ウール来るから、このターン。インバーター出しちゃうか。まあ、これ相手からするとジェイスがあるかもしれないって見えるしね。これ ダメそうだな。どうやって勝つんだろう、こっから。バーディクト打たれて、これが残り切ることを祈るだけでしょう、もう。無理でしょう。とりあえずバーディクト打ってくるでしょ、このターンには。バーディクトから、ここでまたアリシェイパーを引きたい。あ、でも待って、またアリシェイパー引き取れますね。負ける？あ、大丈夫か。はいはい。いや、それはもう関係ないですからね。もうこんだけあるんで。はい。OK です。当たりがまたアリシェイパーしかないんですよね。で、フェッチ切って、で、まあ、囲いでもいいか。いや、無理だ。さらに囲いでも。プレイできないか、こいつか。で、
バーディクト打って、ん、この動きもしかしてウーロ先ウーロ、確かにクロック、クロック負けてる、もしかしてこれもしかして、え、チャームを上に積む、2枚目のインバーターが出せない、もしかしてこうなると強っ、かっこいいかっこいい、いや3人でもいい、4枚、1枚いらない、くそうね、もうこれ出してまあ囲い引くのを祈るしかないか、てかあれじゃん、これ囲い打ったらライフ7になるから、なんていうか 5になって負けじゃない、え、負けじゃんこれ、これは困ったおいおいおい、強すぎだろう、ウーロ、あ、ジース負けました、やりたい放題しやがって、しかしこちらはサイドボード後に母子体が入るぞ、ウーロは、ウーロは倒すぞこれで、でこれも一応カウンター見せれるか、まあでもそんなもの、まあこういうの減らしていいよねまあね、これ単品に上からのまま減らしちゃって、うーん、マナファクトはさすがにないと回らない、いいなんか、まあジェイス、ジェイスでいいでしょ、いいか、この辺で適当に、相手緑が、緑もしかして夏のとばり、いやさすがに、さすがにエルドラージにとばりを入れてくるようなやからはそうはいないと信じて、だってやっぱ先手あったらこいつ強いな、冷静に先手、先手はもう殴ってか走行に行こう、でも新宅車1枚欲しいな、いや新宅車1枚欲しい、1枚欲しい、色マナ抜きたくないけど何抜こう、レリック3枚多すぎか、あ、やばい始まった、うぅ、あ、惜しいな、土地がもう1枚あったらな、揃ってはいる、やるか、沼から行こう、一応ね極力あの大事に、島は大事に、ちょっとこれ一応いいのか、いやこっちからよかったな、こっちから行って、ちょっと陣引いた場合に変化はないな、いや、いいなこれ、俺も欲しいなこれ俺もそれ欲しいパス、パス頼む、パスお、え、これは結構やる気あるぞ、え、てかこれさ、もしかしてコア取る人でやばい、あ、よかったよかった、頼む、パス頼むパス打ってくれ、頼む、でもこれもうコンボで勝つ5秒前だけどね、これもジェイス通ったら勝ちちゃうこれ、っていうかジェイスで勝ちちゃいますこれ、パスか、ジェイス勝つ気はあるんだけどな、このデッキ勝つ気は、勝つ気はあるんだけどちょっと配分が、カードをね渡す配分がちょっと惜しいよねこれ、いやー2ペア、ジェイス2枚しか入ってないけどつっていや、しかしこの4点クロック相手きついんじゃない、これ結構、結構相手辛そうだけど、これ結構きついはずだけど、いけるん、いけるんじゃないこのまま、このままできつい、きついでしょつって、パスとか打っていいんだけどお、来たか、青マラ、青マラがねえな、え、でもこれ通ったら相手死ぬんでしょこれ、もうでも俺も死ぬかこれ俺も死ぬなこれは、殴るか、4点でくー、出して出したいけどデメリットつい、あ、よ、いや、よくね、ここは関係ない、あ、ただあれか、これでデッキの中に、あった、このデッキ島1枚しか入ってない、なんで、なんで島が2枚じゃないんだ、沼しかないぞこのデッキに、青青青って出ねえけどつって、
でもこれは相手がカウンターなかったらこの12点でかなり死ぬのではなかろうか。もうこれはインバート行くしかない。あ、レリック強い。これは島川レリック出すか。えい。結構レリック辛いんじゃない？で、ここにカウンターとか打ってくれると、まあ、これがフォースオブニゲーション。もういいよ、もう出す出す。いけ、インバーター。沼から、急な12点で。いや、2ターンあるからね。ここにカウンター。うわー、4点。ウーロ出るけども。6でしょ？で、インバータープレイすると、インバータープレイすると、惜しいな。いや、もうちょい。てか、島、やっぱ島かなーっつって。これで、ミスティカル、ディスピレートを積んで、即構えてるの？強っ！強くない？その動きは、ちょっと。それは、ズルでは？もうちょい早く、こういうなんか出してやれば。ジェイス邪魔ましてよ、こいつ。ジェイスが邪魔だよ、つって。困った。終わりです。コートルも来んの？ちょっと。コンボはカウンターで止めるし、クロックはこの辺で止めてくれるし、どういう、全方位やん、こいつ。しかも、ルインまである。いや、ただ、このデッキね、アムレットとかに弱い。あ、いや、ないか、今、そういえば。強いかも。強いかも、つって。困ったなぁ。困ったなぁ。多すぎ。洞窟の出番か。いや、だめだ、洞窟合ってない。ジェイスもあれも出ねえっつって。確かに、このデブ感、懐かしいっすね。モダンでもこんなデブ感許されるのかっつって。まあ、実際、青白コン、あ、旧青白コンとかトロンにもね、まあまあ戦いましたからね。まあ、不利ではあるんだけど、まあ、その、まあまあ勝てる。まあ、勝負になるぐらい。ちょっと振りぐらいで耐えたんで、このデッキもまあ、そのぐらいの可能性はなきにしもあらず。転速技ね、無色出ないんですよね。あと、マナ加速して、やっぱ重いもの出したいっていうのも若干あって、まあ、結構あったんで、とりあえずやろう。これ、どうしようかな。囲い2枚あるから、これは1ターン目囲いから、2ターン目囲いプラス、ミミックっていう動きの方がなんかスマートな気がしますね。その動きは結構強そうだな。囲いミミック難題。すごっ。 3連続ハンデスで相手の手札をボロボロにしつつ殴る。ハードパンチャーで殴る。これはなんかいいデッキの匂いがする。スワンプ。囲いで、いや、ルーティングを捨てれば問題ないか。いいデッキだなと思ったら急に来たよ、こういうの。ミミック出すでしょ？さすがにな。さすがに 全部捨てたくないな。 まあでも何で問題ないですからね。あ、やばい、これ、この動き、まさか、これ引いたか？あ、ローム、オッケー、オッケー。そしたら、あ、いいですね。こっちから、難題の予見者。これもあるから、もう色は完璧ですね。イエス。からの、はいはいはい。
例えばドレッジするんだったら、でこれはまあ出ないし、まあ、一応こっちの方がいいかな。で、4点。ゴルゴリの曲がセッション持ってね、なんかいいんだね。こう、こう、こうか。チル、強い。あ、強っ。ミミック倒しつつ、これ3枚全部捨てれるの。強いな。で、4枚か。4枚捨てれる。強っ。強強。これずるいな。これ今ね、1枚ぐらいしか入ってないはずなんですけどね、つって。で、こっち倒せるやん、普通に。何台倒せるじゃないって。赤から、シティオブブラスで、X4、対象は何台。しょうがない。うわー、強い、おい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 、とんでもないことになってるけど、ミミックかわいい。で、相手の手札には共感があるのか。2点。で、ドレッジさんで土地が落ちたので、これ入ってる。へえ。押したので、でもこれももう帰ってくるからね。エスケープで。1、2、3、4、5、6、7、8。え、ブラッドガス全部残しつつ帰ってくるじゃん。ここはまあ多分土地を一回回収しそうですけどね。土地一回回収挟んでから、まあ盤面、で、まあ、5マナあってこれだったんで、多分何もないだろう。あ、結構。あれ、あ、消すの、消せあんのか。結構相手は頑張って乱れきましたね。しかしまあ困った。ジェイスかどうしようこれ 出すけどつって、チェイス出すけど、これ相手の削るわけにいかないじゃん。自分の削るしかなくて、インバータ来ても勝たんけど。あ、インバータ押した。強いのが行ってしまった。どうしようかな。ジェイスさすがに守るか。ジェイス守って、うわー、ナルコメーバで だから土地も置かれて、これが帰って、ブラッドガス4枚も起こってない、全部。何？困った。さすがに無理か。いや、もう、いや、まだ俺には、コンボ勝ちがゼロではない。一応、ここでトップでインバーターとか引くと、ワンチャンあり？それインバーター、まあ、守れるからな。でも相手もあれですね、赤 X も使ってるんで、おそらくないはずで、まあ、2枚のリストもあるんですけど、ね、一応最近結構1枚が主流っぽいんで、あれは、赤 X は、まあ、あんまりないと思われるんですが、サイクリング。これチャンプするしかないですね。勝つにはもうコンボしかない。こっから勝つにはコンボしかない。頼む、インバーター。あ、もう相手に削るかこれ。でもな、3点があるんだよな。3点が、やたらもう自分削ると勝てない。2枚で、毎回4枚じゃ削れるから、相手だったら間に合う。スマッシャーだし、これ落ちるし。スマッシャー本来強いんだけどな。え、ってこれもしかして、さっきあれやん、チャンプしなかったら俺勝ってるもして、これ。あ、まあ、これ引いてない。これ実はですね、俺さっきミック入れるとプッシュで倒して10点で急に勝ってるっていうあれだったんですね。よく見るとこれすごいな。これで勝ち目あったんですね でもこれじゃあプッシュ構えて、
そこでプッシュ構えて2体で殴るとワンチャンあったりする。で、ここ受けると3、5、7、12点。死ぬ。無理か。無理ですね。3点削っておくと何か起きるかな。まあ、ブロックとプッシュは一応耐えるから。まあ、これ出して、3、2にしつつ、殴ってみるのはありですね。まあ、結構積んではいるように見えるんですが、ゼロではないというところに希望を抱いて、アタック。で、ブロックされると、まあ、詰みっすね。もう通った、通った。まあ、そう、ここは多分ね、もう関係ねえだと思ってるんで、ブロックしてくると思うんですよねっていう。あ、スルすると思うんですよねっていう。で、まあ、でもこれが出ちゃうと、プッシュを場に打てないけど、打たないと死ぬからダメか、やっぱり。プッシュな、ダメだな、これ。これが邪魔だな。これどかせれば、だから、まあ、残り1枚のプッシュを引くしかないのかな。スマッシャーは1枚しか出さないですからね。プッシュで除去、入りたいけど、まあ、ブロックしても3、4、5、6、7、8、9、10。あ、耐えてる、耐えてるじゃん。いや、耐えてるな、やっぱり。ギリあるか、これ。ここブロックで残り1。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、ここで、まあ、クロックサイン必要なんですけど、これで盤面になんか出す。はい。おい、引いたっけ？違う、違う、ダメだ。墓地が足りない。いや、待てよ、これ G に引くと？これ G に引くとワンチャンあるな。G に引いたらインバータープレイして、デッキにインバーターが落ちて、インバーターをさらに引くっていう行動が挟まると、無理だ。G スで勝てない。惜しいな。でも G に引いたら、1、2、3、4、1、2、3、4、足りないし、あ、ブロッカーできたな。無理だ。これは、もう、ないですね。しかも、ドレッジで普通に3点ドレイン発生しそうだな。あ、チル落ちた。はい、あざした。いやー、惜しかったな、インバーター。もうちょっと早く来ていれば。結構、つって。まあ、墓地帯入れて、一応これもありなのかな。まあ、フェイタルプッシュよりはマシですよね。まあ、囲いも弱くて、この辺が基本全部いらないから、この辺を、一応、これとまあ、だったらプッシュかな。まあまあ、こっちでもいいか。先手だと特に、相手のあれが抜けるんで、アンドの再開とか抜けるから、まだ、さっきのプッシュでもいい気もするな。結局まあ、序盤のクロック、ちょっと一回耐えるとかっていうのも、まあまあ価値はあるんで、でもどかすとかもね、ブロッカーどかすとかも価値あるから、まあ、プッシュ1枚は悪いな気がしますね。まあ、囲いとどっちがいいかっていうと、まあ、枚数が少ない場合は、まあ、その後引きを許容する方が、なんかマシな気がするんですよね。まあ、これちょっと微妙なんですけど、感覚論なんですけどね。結局、まあ、1積みのカードって、何ターン続くかによるんですけど、まあ、当然7ターン以上、まあ、先手の場合はそうですね。先手の場合はまあ、8ターンかな。8ターンより長く続かないのであれば、まあ、1枚積みって、所定に強いカードの方がいいんですよね。まあ、そういう意味では囲いの方が価値が高い気がするんですけど、キープ。一応、この時、ジェイスが入ってて、多少引くことを考えているんで、これ、キープか、本当に。墓地帯はない。でも、ジェイス出るな、ストレートに。いや、ストレートじゃないか。いや、ストレートじゃない。まあ、2、3、4、4じゃないか。出ないか。ん？ 4 は、あ、4、4出るか。4出るな。そうそう、出る出る。まあ、とりあえず、ミミック。ミミック。で、ウォータリーグレイブをタップインだけど、ここで、マッタリシェーパー来てくれると、お、ん？ 違うぞ、お前は。タップインでいいだろ。2点。タップイン。えい。潤沢な青マナ。これはもう、インバーター引いた瞬間に勝ち。で、アンドの再開かな、ここで。はい。
あ、しかし弱いですね、捨てるものが。ブラッドガスト。これは非常に力弱い。ウィンを置いて、難題の予見者。えい。44になりつつ、はい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 。ここ切ってできちゃうのよくないから、まあ、ローム1枚抜いとこうかな。難しいですね、これ。これ2枚やるから、ここ抜くのはまあ意味ないんですけど、ここ抜くのは意味あるんですよね。いや、それでもここか。さすがにですね。結構難しいな、今の。まあ、さすがにそこしかないか。一応これ、ほぼほぼそちら引かれるので、そしたらその、叫び大口じゃない、これを置けないようにする方がいい可能性もあるかなとか、ちょっと思ったりしたんですけど、思ったけど、いや、盤面やば。そうだね。ちっ、タッサズオラクル。なるほど、つって。とりあえず、まあ、難題だけか、これはもう。4点。ジャンプ。いけ、ジェイス。自分。引け。おお。何もない。これ、ものすんごいスクライできますね、こいつ。スクライ力すごいな。これ、さすがに勝てないよな、次のターン。無理だよね。まだ全然ないね。インバーター引いたらまあ勝ちなんですけど、一応これこっから、こっからそのスクライ5して、探して、勝つみたいなルートないかなとかちょっと思ったりしたんですけど、これ入ってるんですね。さあ、母子対撃したいからか。でもこれ結構なんか勝てそうな雰囲気出てきましたね。なんかもう殴って勝ちは無理そうですけど、コンボで勝ちは全然ある。これは、まあ、新託者から言って息するな。どっちも引いたので、新託者出して、いや、フェッチ切っていいかな。まあ、これ新、残しておけばもう、先日 7枚以下だったら勝ちなんで、これでいい気するな。フェッチ切って、沼置いて、青を出して、まず新託者で5枚見る。スマッシャーか。いや、いらない。もうここはコンボで貸したい。で、自分を削り。なるほど。そういうのもあるのか。なるほど。一応殴っとくか、こいつは。3点。よし、5枚掘ってもなかった。残念。まあ、ただ、これもう今、これで合計何枚見てるんだ？5枚、だから23枚見てるのか、今。23枚見てて、まあ、まあ、そろそろ引きそうですけどね。希望的観測、そろそろ引きそうですけどね、つって。はい、手札がパンパンになってきて、まあ、これが最終的にフィニッシュになるけども、っていう。なるほど。これがあるんで、こっちも相当耐えれますよね。まだ、盤面的にはまあ2ターンでも3ターンでも全然耐えれそうな雰囲気はある。まあ、ブラッドガス2体ですもんね。で、これが3体でしょ。相手盤面6体で、こっちもまあトークン含んだら7体いるんで、速攻で走ってくることを考えてもなお大丈夫。そこで走れるな。まあ、とりあえずプラスで引いて、あー、インバーター怒っちゃった。でも相手って言ったらなんか、でも相手って言ってもいいのかな、これ。実は行きたりしないかな。でもこいつ新人あるのかな。シンバラ持ってるから新人はあるんですかね。ちょっと合々になったけど、でも5点はさすがに入れるか、これ。ブロックで使うには弱いから、5点で殴るの結構あれだな。てかこれ、5点入れると浮かせないで殴ってこれないか。そうだね、5点入れると、ここがブロック、なんならするまであるな。で、こいつあるんで、
そうですね、ブロックしてきてますけど、問題は相手のサイドと含めてこれがあれが全部あると死ぬことか、あと1枚あるとこれ合わせて死んじゃうんで、ああった、負けやんこれ7点しあるけどいや赤赤 X7 点あるけどつってく、インバーターが引けていればこんなことには、惜しい、惜しかったな、惜しかったな、インバーター引いたら勝ってるんだけどなーつって赤赤 X で、はい、サイクリング、あ相手手今7枚あんのか、ん手5枚だよね、チルも全部使ってるから、これこのターン勝てない、えでもこれ打ったら勝ってるんじゃないかな、ローム打ったら勝ってると思うんだけど、あローム回収したいのか、相手ローム回収したかったな、多分相手はこっち回収したのかな、多分おそらくね、まあこれとかインプとかかな、回収した結果、まあロームがなくてこのターン打てねえやんってなった可能性が高いというか、そうなんでしょうね、まあ、これは普通にブロックでいいか、殴ってくれるとこいつが死ぬんで一応引ける可能性が高まる、これでいいか、これでよくて、サクリフ、あ違うこっち一応これでよいしょ、ここを寝かせて、まあ、ただミミック死んじゃってるんでもうねあんま関係ないですけどね、何台、あこれ走っても多分足りない、バトルフィールド1234567 8、うんうん盤面に5 10 11点あるのか、何台、スマッシャースマッシャーでも勝たないから、まあまあないね、相手にも手札が6枚ですね、まあ、次のターンで、まあ、勝ちは確定しているから、まあ、次がラストターン、一応新人は 1,2,3,4,5,6,7,8 なので、はい、いっぱい回収して土地を置いてブラッドガサー帰ってきて、あれか、あのレリック引いても勝ちなのがほぼこっち、相手撃削れるんで、そう考えて結構無限に価値あるな。まあ、じゃあオラクルか、これ次のターン。もう。レリックでもいいっすもんね、この状況だと。相手のこの X さえなくなれば大丈夫なんで、盤面はおおむね耐えれるから、タッサズオラクルを、あ、これじゃない。出すことによって、まあ、このターン、インバータで勝ちはできなくなるけど、逆にそれ以外のルートで普通に勝てる。ないないノーくこのワンドローで引かないとダメか、くそーくそー、じゃあそちらプラスでお願いします、引かねー引かねーう結構勝ち目あったのにーつって、結構引いたんだけどな、無念、負けました、いや惜しかったな、レリック引ければな、一応ね合計で40枚見てるんですけどね、40枚見てインバーターとあれがなかったらちょっと残念、えってか一生ないやん、おいえっ、入ってるか、く全然ない、いや惜しかったな、今結構こっちこの試合結構入れそうだったけどな、最初の5枚でもあのリリックなかったんで、そうだからあとフェッチ切ってないからな、うん、合計攻撃22枚32枚だから、まあ35枚、んいやいや合計12枚掘ってから本当40枚だね、ぴったし40枚掘っててなかったから、まあちょっとねこれはしょうがないですね、また1枚インバーター削っちゃってるから、まあそこはまああんまあれか、40枚っていうか、まあ、うん、まあ、まあリリックに関してかな、これに関してはインバーターは削っちゃいましたからね、無念
いや、惜しかったな。惜しかったな。インバーター引けてればなーっつって。いや、タッサドラクエでも結構強いな、ああいう動きできるの。7枚掘りって、まあ、ディグですからね。相当掘れる。あとね、そこにジェイスがいないとあんな掘れないですけど、まあ、盤面膠着した後に、こっちだけ一方的にその、盤面無視して勝てる人は持ってるっていうのは、普通の一見ないですからね。面白みがある。でね、まあ、マナベースの問題がやっぱ大きいですよね。やっぱその無色と青って全然噛み合わないから、そこがちょっとネック。あとリリックを4枚取ってもいいかもね。この感じ結構ポチリをまあまあするんだなっていうのがあるから、まあメインからリリでもいいですね、このデッキだと。で、そのコンボに寄せるとリリックとかがメインで強くなるんで、そういうのはありかなみたいなね。これどうしようかな。2ターン目ミミック、3ターン目ミミック、4ターン目なんだよ、間に合うかな。5手はさすがに無理な気もするから、まあ、離岸するか。お、やるか。これはいいですね。コンボ揃ってるんで、無色マナか。これでいいか。まあ、土地を引くでしょうで、期待して、ショックイン。いや、まあ、これどっちかわかんないから、ショックインの方がいいか。え？ボーグル、先手だったなぁ。これ先手だったらなぁ。抜いて、イージーなんだけどなぁ。まあ、ショックインにしよっか。したくないけど。お、しかし、これは結構耐えれそう。夜明けの宝冠で土地が3枚。相手はもうこれやるからシャアなしキープしてますね。ここでエンチャントオーラを引いてないと熱い。土地。何でもいい土地。ってか、寺院がいい、寺院。うわ、色物足りねえ。いや、しかし、まあ、もう一回こっち打つか。囲い。で、これでまあもうね、大ダメージなくなったんで、あとはどうしようかな。まあ、テンプル置くか。デッキバレの関係か。テンプル置いといて、で、こう、若干受け広いですもんね。こうすると、ジーン引いた場合にはスマッシャーから行くっていうプランが取れて、で、色物引いた場合には、まあ、その、これ出す。っていうあれですね。で、色物引いてない場合はどうしようかな、困ったなーっつって。 はい、じゃあこっちですね。ちょっと今出すと負けちゃうので、色物足りなくて、いや難しいな、色物。 色物という概念難しすぎる。ただこれで相手がエンチャントなんかつけてくれて、パワーが上がってくると、これがブロックして土地1枚ね、掘りに行けるんで、そしたらまあインバーダ出して勝ちですからね。まあ、この F11 あるんで、こっから負けはまあ多分ないんじゃないかな。まあ、もちろん、生涯引かないと無理なんですけど、ただ無色マナ引いてもね、これが走っていけるんで、結構何引いても、ダメですね。終わりですね。何引いても、まあ、ただこういうのはダメか。あ、でもここは除去力さすがに、ちょっと今カード1枚使っちゃうと、フェッチが切れなくなって、まあ、カスターン一旦遅くなるんですけど、まあ、さすがにこれはまずいよね。だから、まあ、除去ろう、これは。フェイタルプッシュしよう。ちょっとね、墓地が増えちゃうと、勝てなくなっちゃうんですけど、まあ、やむない、やむないっす。ブロックして、まあ勝てなくなるって言ってもね、まあ勝ちますからね。はい。2-2になって、殴ってくるよと。おっと、急にでかくなったな。ブロック。しかしまだこれ止まってるからね、こいつ。はい。誘発は。なんだい。なんだい。しかし、これで耐えた。このまま島持ってくるしかないんだけど。で、5枚か。結構多いな。ただ、これで盤面は止まっている。66、でかすぎ。で、またリシェイパー引くと、
1枚多く掘れるんで、まあキルターンが早まるよねっていうので、まあ、あと3ターンですね、勝つまで。でここから相手突破するのも結構狭いんですよね。まあ、オーラ引いても、まあ、殴れるだけなんで、結構こっちでブロックできるんですよね。だからまあ3ターンは普通に稼げて。パス、その突破はダメだな。パスか、強か。それはちょっとダメ。そうなるよね。そういうトップしちゃう？サイズが上がるだけだったら普通に一旦そのチャンプで稼げてるって感じなんですけど、こっち殴れないから全然いけるんだけど。パスか。まあマスブロでございますね。頼む。これが死んだら負けなんだけどね。ただまあ一応ここにオーラがついて3点とかじゃなかったらこれでも勝ってるんで、次のターンで勝ってる。パス引いてる。マジか。囲いからだってやっぱり死んでる。無理か。くー、完璧か。あのハンドであそこから負けるか。おい、無念。いや狭かったんだけどな、相手の受け。いやこっちも結構な土地でよかったからな、トップデック。いや無念だなこれは。いやあそこね、パスじゃなかったらそれでもあそこな。相手も音声認識したね。パス縛り引いてきたからな、強かったな。そしてサイドインできるとほぼないんだよな、まあ、これぐらいか。プッシュがまあさすがに弱くて、これなんでいいか。音声認識したんだけど、ちょっと欲が足りなかったな。もうちょっと欲を込めていくべきだった。しかもね、このデッキ元来エルドラージに滅法強いことで有名なんですよね。まあやるか。キープ。エルドラージはですね、バントオーラにはめちゃめちゃ弱いっていう。あのチェリスがあるといけるんですけどね。チェリス型のエルドラージだと全然余裕なんですけど、余裕でもないか。まあ1ターン目ってか2ターン目か。2ターン目チャリスクで結構勝ちなんですけど、なるほど。どうしようかな。さすがにでもタップインよりかは、ジーンの受けな気はする。あ、これ打てないのか。そうか。ターゲットオポーネント。ターゲットオポーネント、無念。まさか全部揃ってるタイプ？これはまずい。まずすぎるぞ。まあこれでもまあね、あれ引けばいけるんだけどねって。あ、よかった。全部揃ってない。よかった。1点。しかし。ミミック。まあ何台か行って意味ないか、別に。まあこっちから行こう。で終わり。インバーター引いたら即勝ちですね。もう今6マナあるんで、1,2,3,4,5,6 あるんで、おお飛んだ。インバーター待ち。インバーター引いたら勝ち。引いたら勝ち。プラグエンジニア。ちょっと、いやさすがにこう4点クロックの方がいい気はするので。よいしょ。まあ殴っても強いからね、このデッキはね。インバーターまだかな。インバーター引いたら勝てるんだけどなって。あ、森なら砲丸つかないからまだ耐えてる気がする。うわー、しかしクロックが。あ、これで10点。ラストターンもう早っ。投げ忘れた。よし、なんか一旦来たぞ。あー、しかしまだ引かない。祈り、ビースト。
あ、これあれか。俺にスマッシュアウトは死ぬからか、これは。はいはいはい。確かにね。次にこのターン殴るのがいいのか、相手。冷静に。で、だからこのクロック付き増やせるカードあったら殴っとけんか。相手あれだ。確かに冷静。確かに冷静だな。リアリティスマッシュで負けか。13、14点あるわ。ただ、待ったってことは、大体なんかあるんだよな。次のターン勝てるカードが。で、その場合、これになるんだけど、でもこれ縛りが逆に言うと、このターンで勝つにはほぼこれしかないから、まあ、警戒カード、警戒つけるカードか。そうですね、スマッシャーがあると、ふうに俺考えると、5、9、11点しかない。けど、ライフリンクつくんだっけ、これ。さあ、熱いじゃなくてるな。まあ、終わりか。陣に置く意味すらないな、これ。いや、終わりか。ああ、頼むー。インバーター引いてくれー、頼むー。引かれてしまった相手に先に。そんなこれまで引いて完璧すぎでしょうっつって。くーえい、あインバーターない胸。くー強かったな。てか強すぎでしょ、ちょっとあいつさっきからおかしいでしょ。 強すぎでしょ、いくらなんでも。俺も同じぐらいちょっとそういうズルさせてよっつって。インバーターさえ引ければ。まあでもスマッシャーでよかったか、さっき一応。スマッシャー引いてても結構いけそうだったな。スマッシャーで殴って、まあ、ワンドローされて、まあ実際あれ引かれて負けてはいるんだけど、まあ、引かれなかったらまあそれで2回パンチで勝ってるから、結構そこは。あ、でもそう考えたらあれだな。あそこ、スマッシャー多分ケアで殴んなかったと思うんですけど、スマッシャー出されてると、通るのが8点で残りね、残りが3でしょ？だから次のターンブロックに回ったとしても結局死んでる気がする。まあやるか、キープ。このインバーター引いたら勝ちのハンド。いけるか、いけるかな。 インバーターさえ引いたら僕の勝ちだぞ。でも、相当ノットシェアやっぱあんのいいな、こういう時に。相当ノットシェアから言ったら、勝てるかな。タップイン。囲い。まあ、もうここはね、クロック優先でいきましょう。相当ノットシェアだ。一番の木は、ドルイド。まあでも、さすがに、あ引いた。 引いてしまった。これ、出して あ、出したら負けるわ。危ない危ない。惑わされるとこだった。出したら、ね、負けてるわ。よいしょよいしょ。何台手札を見て。さすがにカンパニーか、これ。スリーポイント。相手のマナすごいな。で、ドルイドかな、これは。はい、ドルイド出して、お、ジーンも引いたが、ジーン、これ出るやん。アターク、7点。結構これ普通に勝ちそうだな。コンボしなそう、これ。揃ってるけど。いいのか。アップキープに寝かす意味はないか。タップだと無限と別に勝てないんだよな。まあ、エンドにこれ寝かすだけでいいか。そう、コンボでもビュートでも勝てそうですね。ブロッカーを寝かせれるんで、
まあ、これとかは別にもうそのままでもいいしね、サイズちっちゃいから。相手の手が、まあ、この2枚と謎の2枚で、ここを寝かせるとねっていう。で、万が一相手がね無限ライフを引いていたとしてもコンボで勝てる。いいハンドだなよしよしよし、危ない危ない。え、これでもう出せるじゃんっつって助かったー際でこっちを割られてたら危なかったなーっつって。で、まあ、とりあえずここはでこっちかな、44で出しそうですね。ヘリオット、え、それあ、まあ、これ僕かもあれか、確かにね。じゃあとりあえずエンドにここ寝かせましょうねと。タップターゲットクリーチャー、違うか、あ、やっちゃったか。プロテクション、あ、つくね。プロテクション無色つくね、これ。そうだね、危ない危ない。寝かせてターンもらいのテンプレめっちゃ低くねえって。まあ、じゃあとりあえずフルパンするか。フルパンして、まあ、あ、勝った。起きてそのままか。で、チャンプで4、5、6、7、8点で、え、勝ってるか。確かに勝ってるね。普通に勝った罪ですね。まあ、これはまあミスですね、相手の。こっち出していれば一応耐えてるから、起きて寝かせてもダブブロできればで、やっぱ耐えてるから、まあ、ここは単純にミスったなみたいな。まあ、とはいえこっちこれ出せてるん でヘリオットがないと無限ライフは、そうですね、まあ、こいつらブロックに使っちゃうから、結局無限ライフ結構マナ的にできなくなるとかはありそうだね。結構いいないい感じに回ったな。じゃあ除去増やすか。ここは除去を、これもまあ、いや微妙だな。カンパニーしか抜くものないから、むしろ囲いの方が微妙。またこれに関してはコンボが弱いかな。あ、でもいや無限ライフがあるから、まあ、それこそもうコンボで貸したいな。囲いもあってもいいけどな。またクロックのプレッシャー欲しいけど、まあ、これとかはまあ弱いから、明確にこれは明確に弱くて、これがいるかどうかだな。マナクリ結構多いデッキではあるし、まあ、人間いるからまあいいか、入れるか。ヒューマンって言ったら21も死ぬしね。これで、まあ、囲い減らしていきするけど、まあ、後手1ターン目打ちたいか。じゃあ、まあこの辺減らすか。もう殴って勝つプランをちょっと控えめに。だったらあれか、33にまたアリシェーパー減らしたらいい気もするな。またアリシェーパーがちょっと微妙な、ふんわりしてるカードだから、そこ減らした方が良かった気がするけど、まあいいでしょう。これだったらいいですね。固定にとりあえず囲いかな、この感じだと。囲い打って、いい。はあ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 。さすがにこいつかな。てか相手の反応結構やばいなっつってヘリオットの方がいいかカンパニーもまあ現状の手札的にはどうせ打たれるんですよね。無限のパーツを削っておいた方がいい気もする。どうせ、ね、多分2出すかな相手。微妙だな、この囲い。難しいな、下手に間違うと単純に一手損になっちゃうからな、これ。まあ、それこそカンパニー抜くまで本当にあるんだけど、難しい。ただバリスタとカリエと揃ってるのは怖いな。まあ、バリスタ抜くのも丸い気がするな、こういう感じだと。バリスタするか。いや難しいですね、ここはどうするかは本当に難しい。で、まあ、ルインを置いて、まあ、ルイン起動まで行きそうですね、とりあえず。森が多分すごく欲しいと思う。まあ、それだとこっちかな。ヘリオット出してきた。ジーン。いいですね、ジーン。出して、3人になって。プッシュは打たなくてもいい気がする。ブロックされた方が嬉しいか
な。いや微妙だな。プッシャーは一応持ってきましょう。ジサイよりかはマナクリの方が価値高いんで、マナクリが出てきた場合に備えてかカンパニーが撃たれちゃう。はい、カンパニーが撃たれちゃいますねこれは。と、むずいな、むずいな。ここにプッシュ打つかどうかだな。トップの受けもあるんだけど、いや、いいか。はい、弱い。とりあえず、じゃあ、殴るか。痛いで、パンチだと、まあ、ミックは結構無駄死にそうだな。殴れない可能性もあるけど。まあ、いや、いくか。ねえ、パンチ。で、フェッチ切らない。5点テイク。タップインを見て終わり。一応これとまだね、相手はね、リアリティスマッシャーの出せなかっただけという幻想を入れてくる可能性があるんで、スマッシャーをちょっとまだちらつかせておきたくはある。ショックイン、ショックインなんですねここ。白白が欲しいのかな。結構森で良さそうな場面には見えるんですけど、ライフ2点の価値高そうですけどね。ここスカッた場合のそのリスクが、リスクっていうかそのマスカットはめっちゃ怖いですからね、ここ。そういうこと考えると、結構ここは森にしておきたそうに見えるが、はいはいはい。俺だったらここかな。ギバーオブルーンを倒した方が良さそうな雰囲気。ここで黒産んどいて、ルーンを除去。あれ？あ、そうか、ドミチ関係で間違えちゃった。一応これで、あ、ダメだ。まあ、ここでね、割られないと、あれが、あれ引いたら勝ちなんですけどねって。まあ、割られちゃいますね、これは。まず、ジーンを破壊してから、多分ここかな。ルインまで使ってきそうと思ったが、使ってこない。はい、2点。イエース。あ、間違えた。困ったな。おしまい。はい。これさらにカンパニーもしかしてあったりする？でフェッチ切って、あ、これカンパニーやん、もう。もうこれカンパニーやんつって。いいドロー。はい、いやしかし66がでかすぎてつらい。残念ながら土地もね少ないですからね。これしかもルインまで、まあ土地置いたらいけるんで、そうすると8点になっちゃって死ぬけど。しかしメインでみどみど、ああはい、はい、まあいいでしょう、解決。どっちでもいい、まあ、まあ島にしよっか。はい、で軌道まで行きますね。はい、沼を持ってきますよ。これだったらインバーター引いても墓地が増えすぎて結構どうしようもないんですよね。平地、これ言うなら相手平地立たせばいいんじゃないかな。これ一回これ使ってはいい気もしますね、よく考えると。これ使っちゃうよりも一回ハンコンつけた方が間違いない気がするな。そしたら2体投げれるんで、ここだともう1体しか投げれないですよね。相手スマッシュあったら負けなんで、これはそうね。あ、殴ってきた。これは、じゃん、来るか。お、来た来た来た、ワンチャン来た、ワンチャン来た。これ、これスマッシャー引いたら急に勝つけど。えい。あー、惜しい。
これはハンコンつけられちゃうんでダメかな。負けですね。惜しかったな今。まあ予想で普通のあれなんで、まあ特別なんか変えることもないかな。はい、普通にいけそうですね。えい、やる気は強く感じられる反応だなこれ。2ターン目これどうしようかな。まあさすがに反ですか。島から、これ一応ね、次が他のランド引いたら他のランド起きそうですね。森からマナクリ出させに行こう、はい、寺院からの思考囲いよいしょ。これも揃ったんで沼引いたら勝ちだけどな。ゴースト、クオート、え、ってか相手も揃ってるやんコンボ。さすがにこっち抜くほかない。でも一応これ出るのか、うん、ドルイドを落としとく、うん、ヒューマンって言いたいパス。微妙だなこれ。次のターンプラグエンジニア出せば、まあ、負けはないんですよね。まあ、ドルイドもまあエンジニアいたら 1回しか学べないから、まあ一応こっち除去っとくのあるな。さすがに必要枚数は増やした方がいいと思うけど、ただまあここまでか無限マナになるだけだから、まあ別にダスクウォッチリクルーター消すのもありか。ダスクウォッチリクルーターを落としておく、おけば長引いた場合に悪くないですよね。はい、無限マナの使い道もまあ必要なコンボではあるんで、あのデッキというかあのコンボは。だからこっちを抜いておくと次のターンに、黒マナ引いた場合にはすぐに行けるっていうメリットもあるんですけど、引いたな引いたなっつって、まあでもまあね、引くか分かんないからね。ヒューマン、ヒュー、え、こいつエルフなの？あ、エルフやんこいつ。おい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 、先に行ってよエルフってえ、こいつクレリック、でもヒューマンって言うしかないな、さすがに。だったら違ったかな、ミスったな、これ。これ、しかもフェッチだからな、これ出してもすぐ、いや、勝つか別に関係ないな。いや、まあでもまあ、まあ、ゴーストコーダーなんで、相手の破壊するランドが。なんとかなりそうな気はするけどな。壊された、沼持ってくる。いや、まあでも大体さすがに勝ってるでしょう、これは。でしょうでしょうでしょう。沼持ってきてインバーター出して誘発でデッキなくなって、まあ、急にこれが破壊されない限りは達さずオラクル出てウィンなんですが、その辺いかがでしょう。いかがでしょうか。ヘリオット来たか、これは来たか。とうとう俺のインバーターコンボが決まって勝つか。これはじゃあそういうことで、インバーターコンボ決まったよ。ウィーン、やったー、 2勝2-3、いやー2-3かー、2-3かー。どうだったかなこれ、どうすればよかった。2-3ね、ちょっとやっぱ色もな、ジェイスがダメっていう話かなこれ。さすがにジェイスは無理か。ジェイスの方がカードは強いけど、まあ重いし、タッサゾラクル4枚で妥協しとく。あとあれか、まあ、セーラービジョンとかあってもいいとかあるかもしれないね。まあ、あるいはあれか、メインからまあ、これとかもね、
青いヘドラージはね、いらないかもしれない。確かに。マナーベースはそうですね。あとこれ引かなかったな。まあ、ピン詰めだしね。まあ、これ島にしとくか、とりあえず。さっき持ってこなくて苦しんだんで、まあさすがにこうはとかいいな。マナーベースはな、結構限界ですからね。まあ、無色ウエストがいらないとかあるかな。あれなんですよね、もうこの世界に無色で、まあその、無色ランドは数あれど、無色とね、あれが出るランドって本当に少なくて、結構難しいんですよね。どうしようかな。で、一応あれだ、あの、青黒、じゃねえや、青砂漠。青砂漠とかは、まあ一応その、ね、二色のペインランド扱いではあるんで、青砂漠、黒砂漠をちょいちょい入れて、それから、まあ単純な青クランド増やすと、まあそれはそれで安定するかもしれない。まあでもその方がいいかもな。やっぱそのデッキとして青と黒が必要、かつ無色1個は必要っていうところで、その基本地形を持ってくる声がすごい弱いんですよね。だからそのこのカードで持ってきたものがとてもとても弱いんで、それを考えると普通のもうね、こういうのを増やした方が、まあ、こういうのを増やした方が、まあ、回りそうな気もしますね。その上で、まあ、青砂漠とかを増やすことによって、無色ランドを確保する。まあ、そうしましょう。この辺、まあ、基本地形はまあまあ、多少あっていいけど、まあ、いちいち、パス用にいちいちぐらいにしといて、もうこういう感じっすよね。それこそ。まあ、ショックランドもまあ、一応まあ、ちょっと散らすか。これで、まあ、砂漠を2枚2枚入れようか。で、あ、なんか変だ。あれ。わらん。青砂漠があって、イプルの砕流。これ、ボシエだったらな。まあ、青砂漠、黒砂漠、22に積んでおくと、これ、無色が4、8、12、16。あ、これだったら過剰かむしろ、無色。そんなにやらないな。じゃあ、青砂漠とか、まあ、まあ、ピンピンだったら、そんなもん、基本的に増やした方がいいな。確かに過剰ではあるな、こう考えると。普通に2色ランド満載の方がいいかもしれないし、まあまあ無色だし、普通にランドこれに増やすでもいいか。まあ14、無色ランド14あったらさすがに十分ですね。これもあるし。4、8、12、14。で、まあ基本地形はじゃあ11増やすか。まあ、そうやったらあれ入れてもいいかもな。レアラ、タッピンランドを1枚。あとアーモーグとかありか。いやまあ微妙だな。そんな黒1個しか要求しないから、アーモーグ引いて解決とかあんまならないですよね。あとは、まあ、魂に洞窟入れるとかも一応ありえますね。まあ、カウンターがきつかったって話以外にも、まあまあ、まあきついのはそうなんですけど、まあ、こういうカードを最終ターンにペッて出せるっていうのは、まあ、かなり強みになるかな。うん、まあ、とりあえずそこはいいか。こう抜いといて、まあ、それでもこの方がいいな。で、青黒。でね、一黒、あ、タイプレア。ランド。リアリティレア。青。一黒ランド。で、で、セーランビジョンか、まあ、墓地を飛ばすカードもいいかもな。ジースがやっぱちょっと、まあ、強いんだけど、出ないので、まず現実的にしよう。ここはこうして、で、まあ、こう、レリックを積むかだな。なんかないかな。いい感じの。まあ、普通にプッシュとかを増やしてもいいけど、まあでもそれがメインでもないからな。
難しいな。リリックもリリックで不純物ではあるんですよね、結局のところ。そこをどう判断するかっていう問題もあり、まあいいかで、ね、リリックもメインに入れちゃうかとりあえず適当にね、空いた枠にポンってで、ランドがなんか増えてる気がする。そんなんで、じゃあプッシュ増やすか。フェイタル、フェイタルプッシュ。プッシュ3、ん？あれ、いいのか。はい、プッシュでランドが、あれ、ランド 23？ ランド22じゃなかったっけ？ここら辺やるか。これで、これでまあまあね、とりあえずメインをとりあえず優勝するか。あ、で、プッシュがさらに1枚必要で、でダンピングスフィアが気づいたんですけど、このカード、あ、このカードか、このカードも無色になっちゃうんで、ちょっと自分との相性もまずいんじゃないかなというね、あれなんで、ダンピングスフィアやめよう。危ないっつって。まあ、その分ハンデス増やせばいいかな。本当かな。まあ、あれかももう、ね、立ちコンボトロンとかしていないから、そういうところに何がいいのかな。わからんな。論争を増やすとかありかな。ダンピングスフィア取っ払って、まあ、適当にも、なんか適当にいっぱい入れるか。あ、墓地コンボで負けたら悔しいから、墓地帯いっぱい入れるか。サージカルとか。ああ、幽霊街か。確かにね。自分の持ってくることあるのはそうだし、まあ、トロンとかもきつい、きつそうなんで。あ、これ？これね、これ違います、これ。これ全部まとまってるんで、多分この系のランドはね、何枚だろう。はい、平地6枚しかないですね。あ、7枚か。はい、そんぐらいしかないです。これから全部の基本地形が まとまってるだけですね。幽霊街はありやな。だからまあ、いやまあでもとりあえず今はいいかな。これ使ってみたいから。多分なんかこういう微妙な、ランドの枠になると思うんですよね。まあ無色ランド1枚ぐらい、2枚ぐらい共有できそうだから、まあ1枚入れてもいいな。ゴースト、ゴーストクォーター、1枚入れて。で、あと、まあサイドボード、サイドボードは適当でいいんだけど、なんか、あ、サイドこそジェイスか、むしろ。サイドにこそジェイスって気がするな。すす。あとはどうしようかな。黒、青、カウンター目でした。まあ、ディスメンバー増やしてみる。あ、ジース増やすか。コントロールサイドっぽくして、とりあえずこれでいくか。もう一回ちょっと軽く回してみましょう。まあ、時間もまだあるんで、もうちょいやって、まあ、もう2ゲームぐらいかな。もう2ゲームぐらいやって、まあほんまにあかんのかどうかはちょっとねチェックしよう。やっぱ回ってるところ強いんだよな。まあ誰か、まあそのセーラービジョンみたいなカードが必要な可能性はありますね。え、もうやる気しかないけど、このハンド全てが揃ってる。え、すごっ。こんなにやる気になるハンド来る？すごいな。やる気しかないけど。まず、あ、厳密であれけども、これすぐは勝てないか。なんか1枚手から落とす必要があるけど。先手だったらな。わがまま。やばい。あのデッキは早い。コンボが相手の方が早い。タップインで。いや、もうショックインでリリック置くか、これ。リリック置いた方がいいな、ミスったら。じゃあ、いや、リリック置こう。サイクリングできるもんね、これ。2ターン目にタリスマン置いてからサイクリングできるんで、
でタリスマンを置いてサイクリングで囲いとか引くと、まあ、プッシュというかね、引くとインバーターから即プッシュに行けるんで、いけるよね。3でこれで4マナで1マナ置きだから行きますね、はい、行けるんで、そういう可能性にかけて追放 U、 はい、もうこの瞬間大体もうデッキ固定されますよね。大体インバーターだろうな。バンドか。コアトルメイン。はいはいはい。まあ、これだったらそんなに急がなくていいんで、だいぶ余裕が持てそうですね。まあ、カウンター怖いけど。うわ、急がなくちゃやばい気もしてきた。とりあえず、タリスマンを置きます。これでもうね、墓地さえ。墓地に1枚カード落ちれば勝ちだし、まあ最悪その次のターンランド引けばポンポンっていけるんで、ちょっとカウンター真ん中が立ってなかったらそれで十分勝てるんですよね。なんか今日はここでこじりってね、四方国行きたいな。囲いがもう最も欲しくて今。うわ相手のマナすごーっつって、なんだなんだ、何来るんだこれは。3マナ、はい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 、あれだとカウンターベンセルぐらいだったかな多分ね。ベンセルぐらいなんで、まあ、そんなに大したことは起きなそう。これコアトルですね、アイスファングコアトル、氷河のコアトル、まあ、そんな感じのやつですね。とても強い。エンドにドロー、サイクリング。こい、あ、フェッチでもいいな。テンポ。テンポ。まあ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 、テンポを置いて。よいしょよいしょ。いけ、マタールシェイパー。これな、怖いんだよな。勝てるんだけど、何かあったら負けだから怖さしかないですね。まあでも言うて4ターン目だよなこれまだ。まあ後手4ターン目に普通にポンポン出せるのはすごいな。それブロックするか。ブロックして誘発、そう除去、そうなんですよね。あ、スマッシャーが手に入った。ただベンセールとかが入ってるんですね、相手の一気に。一応なんで、それがね、まだ一番墓地一枚超えたんで、まあさすがにまあインバータープレイして、大丈夫そうですね。で、次の段に死ぬこともないので、あ、難題経由したいな、これ。難題から行くとリスクがゼロに見える。ゼロに見えるし、なんもなかったらこのターン決まってめちゃめちゃ気持ちいいんだけど、一応万が一やっぱ青駒とかあった場合のリスクは、まあね、考えてもいいかな。ひよろっかなっつって。難題出します。はい、やっぱいけたか、やっぱいけたか。あ、でもまあとはいえね、それでもこのターン死ぬことはないので。あで、5点クロックですかね。さすがに可愛いもん。ん？あ、ブリンク&ブリンクでフォースオブネゲーション。どうでもいいな。まあ、それだったらドローを減らした方がいいか。クリーチャーで勝てるんで、で、ブリンクでめちゃめちゃ引かれるし、パンプもするけど、まあ、それで負けることもないでしょう。エンドにブリンク、エンドにブリンクで2枚引いて5、アップキープに打って打って7、8、9点。このターンに一応タッサ出しておくと、これ出しておくと一応あのチャンプができて、次のターンベンセールを引かれたとしても大丈夫。いや、まあだったらこれもいいな、別に関係ないな。はい、終わり。まあこれは終わっといた方がいいですね。でまあ、オーグレも相手はブリンクして、いや、でも来るかな。
相手がね、これだってちゃんと分かっていれば打ってくるんですけど、まあ、2枚打つのは結構怪しいですね。まあ、1枚は打ちそうだ。2枚かさばってるし、まあ、手も、お、打ってこない。これはじゃあ行けたんじゃないか。ベンセールさえ引かれなければなので、う。う。セール引かれたらこれもクロックで実は負けちゃってそうなんだけどな。え、怖えな。さっき言っとけばよかったかなっつってさっき言っとけば勝ってたな。フェンスオブニゲーションがあるからね、囲い引いてもその安全確認にならないんですよね。よし、行くか。はいはいはい、いけ、インバーターお願いお願い。お願いお願いお願い、許して許して、頼む、通れ、まあ、インバーター通った。はい、でこれ頼む頼む、タッサゾーラ来る。インバーターが取るとまあね、もうこれチャンプできるからまあ死はなくなったと言えるでしょう。はい、タッサドラクルお願いします。よろしくお願いいたします。これでまあブリンクブリンクでベンセールを探しに行き、引かれると11点クロックだけど、それでもまあね、はい、死なないから、まあパス引けたら負けだけど、死なないから大丈夫なはず、大丈夫なはずなんだよなーつって、大丈夫なはずなんだよなー、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 なんだ、よっしゃよっしゃ、通ったー。いい勝負だった。これはさすがに有利か？これはいけそう、いけそうな気がしてきた。これはね、まあ、これも効きそうだしな、なんか。コアトル。コアトルってなんだあれ？ヘビ？わからん、あとで調べるか、聞いたときに。まあ、この辺って人に入れて、さすがにね、まあ、ああいう構成に殴れるとは思えないんで、ミミックも全部抜こう。コンボどっかでいいでしょ、これも。こういう感じでいきましょう、もうこういう感じで。俺はコンボデッキだ。さすがにね、あんだけ、まあ、これはまあワンチャン勝つからいいとして、あんだけなんかこうねえ、もうデブミッドレンジみたいな挙動をする相手にアドバンテージ取り続けるって感じ。先にやっぱ殴ったらいいかな。いや、でもコアトルってカードきついんだよな。冷静にエルドラージアグロにコアトルが強すぎて全然殴れないんですよね。さすがにやめとこうか。まあ、これ多すぎてもしょうがないから、まあ、リックは増やすみたいな別に。何抜こう。え、まあ、これ抜くもスマッシャーワンチャン勝つけど抜くだったらこっちだ。またしてればどうせ知らないから、まあ、こういう、まあ、だったらこれでいいか。なんだや、まあ、めちゃ強くて、はい、まあ、これでいいか。俺はコンボデッキだっつって、じゃあ、まあ、スマッシャー全部抜こう。はい、リスメンバーか。いや、いらんでしょう。いらんでしょう。これでいきましょい。はいはいはい、いいですね。キープ。貴族の教主。まあ沼から行く目はあんまないか。ルーンじゃね、リリック置いて、また追放しといて。ウーロが頭入ってないから相手の追放にほぼ意味はないですからね。で、まあ、次のターンおおむねこれをこれ切って打ちそうですね。フォースオブニゲーションを耐えてもまあトントンなんで、まあまあいいかなっていう。これで抜きたいのは主には、パスとかなんだけど、3マナ構えか。職員で3マナ構えだと打ちづらいな。
これだったら、まあ、ジェイスも弾いたことですし、タリスマン。で、タリスマンが、まあ、飛んだ。じゃあ、パス。なんだろうな、サンマナ、ベンデリオン？あ、ベンデリオン入ってたな、確かに。確かに、ベンデリオンはありそう。コアトル。まあ、コアトルはいいです。これだったら、まあ、タリスマンを置いてから、これもありだな。あ、ブリンク、なるほどね。これだったら、まあ、ハンディスモードだけでもいいかもね。囲い引くのがベストなんだけど。あ、魂寄せ、来た？来ましたね。とエンドに、しよっかな、これ。さすがにサイクリングする必要もないか？いや、まあサイクリングでいいか、別に。サイクリング。インバーターか。まあ、囲いが一番欲しいですね、今。まあ、プッシュでもいいけど、まあ、囲いの方がいいな。囲い引いたら、囲い打って、まあ、そう、なんだっけ、ニエーションないことを確認して打てるんだけど、ないので、まあ、次、2モードでいかないとダメだな、これ。ターゲット、オポーネント、ディスカードとマイナスマイナス2を、対象が、こうで、まあ、そんな困んないか。ウォーターリーグで。えい。まあ、これはニゲーションもあるし、これもね、かわされちゃうんで、ちょっとまあ、あれなんだけど。ああ、これありそうだな、これ。ブリンクで、三三になっちゃった。くー。きつい。きついっす。うわー、タイムワープ。エラダムに行こう。うわ、ベンセール。まずい。まずい。まあ、でもタイムワープ抜かざるを得ないか、これ。きつ。さすがにきついな。しかもこれさらにまだあるんでしょ？やばい、やばいな。てか、やば。これ、ベンセールでほぼロックされちゃってる？あ、むしろベンセール来ちゃった。あ、ベンセールないか。あ、なかったか、ベンセール。あれ、なかった？まあ、でもこれあるからな。実質あるんだよな、ベンセール。どうしよう、これ。これ結構もう負けてそうだな。ほとんどロックだけど、これ。コンデみたいなのあった。ジャンドのクロックさどう思います？って。ジャンドのクロックさ、あれじゃ強そうっすけどね。まあ、結局、その、1対1交換を繰り返していくデッキなんで、あ、ベースやっぱあるじゃん。1対1交換を繰り返していくデッキなんで、だからもう負けじゃん、全部回すじゃん。負けました。その、まあ、相手が1枚削るっていうのも、まあ、そんなに悪くない行動で、まあ、やっぱちょっとね、その2マナとしては弱いんですけど、まあ、それ自体は、まあ、ダメではなく、リックスはそういいか。助教を増やしても、いや、まあ、いいですけど、まあ、いいか。そう、それ自体は弱く、別に弱くなくて、で、帰ってくるモードがね、やっぱ強いですよね。自分の墓地には、もうほぼ振れないデッキで、まあ、一応、連絡ありますけど、まあ、それもまあメインではなく、メインのギミックではなくてね、そんなにまあ、あれで依存してるってわけでもなく、まあ、次は1枚、そんな、あれでね、追放できない、拾えないことはほぼないと思うんで、って考えると、リソースカードとしてかなり強いですよね。まあ、クロックも早いし。言うなれば、その、血闇神とか、ハントマスターとか昔あったけど、そういうカードの枠に近しいんだけど、まあ、その中では、2マナでプレイできる軽い、強いねっていう感じだと思うんですよね。まあ、結構カードとしては強いと思うんですよね。これ、色柄実は全然、あ、まあ、出るか、これで。ドキドキ。これ、ネゲーションされると、色マナが出なくてやばいけど。これ、ジーンからだったか。
じゃあ除去ってフィルタルプッシュして終わり。で次の段 JS がプレイできるんで、じゃあ JS プレイしてみて、まあ、ネゲーションされたら悲しい、666引く待ちになる。フレッチショックインからの、はいはいはい、あ、ウェブロコシだこれ、1枚削って、あれ、あ、まあいいや。でジェイスを出しますよ。ジェイス、お、通るかこれ。お、通った、やった。まあじゃあ相手に削っとくか。さすがにこのタイミングのジェイスは強いでしょう。フィータルプッシュ、ちょこれで紛争するから、あの3マナ13引かれても大丈夫ですね。でインバーター引いたら即勝ちだし、もう結構何でもいいですね。1枚追放して1点、カウンターとかでもいいな、引くのは。まあ、何でもいいですね。ハンデス引いても強いし、結構何引いても強い。こちらとしてはインバーターが最上級なんですけど、お、かっこいい。まあ、とりあえず引くか。とりあえずカードを引いて、うん、色マナが色マナがなーっつって、まあ黒でいいか別に。青黒出して、で囲い、ちょ今打っとかないとあれですからね。あのタイムワープとかそういうのもあるんで、エンドに何か出てきてから急にうわってなりうるので、まあ、一応ここで確実に打っといたらいいかなと。ここに打って手を見て、何があるかなと。何があるかな、めっちゃ考えてますね。ベンスエルとかあんのかな。これ土地があるとジェイスもう一回出てくるからどうしようみたいな考えの可能性もある。ちなみにベンスエルはきつい。ベンスエルはめっちゃきつい。ベンスエルがあってカウンターがないからバウンスしてもすぐ出てきて意味がなくて困ったなってなってた可能性はあるな。でもここでバウンスしないとあれだし、まあ、ベンセール以外有効なカードないんだったらもうこのターンに出しそうですけどね、ベンセールは。あ、はい、打ち切って、やっぱもう一回使えるのやばいかな、さすがに難しいな。もしベンセールだった場合は本当に難しいですね。あ、ベンセールだったね、やっぱり。はい、やはりベンセールか。で、まあしょうがないからジェイスかな。じゃあ祈り、ちに通ります、それ、その祈り通りますっつって、で確認パスとサンスラ。サンスラ結構どうでもいいか、土地はまああるからどうでもいいとして、割られても出るもんね。まあじゃあ、あ、でもサンスラ後々きついか、あとあとマジできついな。ブリンクされたら一巻の終わりだな。サンスラ、やば。でも、これもマジできついな。カウンターでジェイス消されて。あ、でもまあ、まあ、まあいいか。とはいえ、一歩有利なら変わんないな、こっちが。サンスラの方がゲームに負けるな、これは。で、マナ出して、ここは
まあ、黒黒かな、多分。黒黒にしといて、まず紛争状態にして、からのフェイタルプッシュで、ヴェンセールを倒してから解決。で、ドロー。レリック。イエス。これでこちらの事実は消されてしまうんですよね。それはきついが、まあ、相手も有効牌は、まあ、なくなっているので、ほとんど。まあ、これしかなくて、まあ、これとこれが交換されてるから、まあ、パスしかない。パスはもう僕のサイドゴールの今のこの構成にほぼ無意味なんで、まあ、問題通せますけどね。しかし、何も引かねえな。まあ、ハンデス、まあ、あるし、一応、サイクリングするか、これは。サイクリング。お、インバーター引いた。じゃあ、これはもう JS いっちゃうか？ 1、2、3、4、5、6。まあ、無理だね。JS いっちゃおう。青。ジェイス。カウンター。え、フォースオブニゲーション引いてる。え、つら。それはつらいっすね。フォースオブニゲーション引かれてると、困ったな。いい引きだ。困ったな。まあ、ハンデスタ結構かなりサイドインはしてるから、その辺引いてもまあ勝つはずなんだけど、これはもう引いたら勝ちの状態ではありますね。ハンデス引いたら勝ち。ゴーストクォーター。くさ。土地置いて終わりか。さすがに何もできない。2点クロックだから、まあ言うてまあね、こちらがまあ有利なのは間違いないんだけど、こっちだけ広いですからね。難題とハンデスが6枚かな。6枚ハンデス、ジェイスも強くて、まあこれでタルカードなんで、かなり受けはある。おや、もう遅すぎる。1、2、3、4、5、6、7番のあるでしょ。まあ、相手が動いたからだな、でもこれ。相手動いたらワンチャンこれでいい感じになりますね。例えば、魂寄せ引いたら、1、2、3で、1、2、1、2、3、4、5、6、7番だから、魂寄せ。魂、あれ、今、まあ、あれ引、相手引いたりすると、一応そのままこっちが勝つ可能性がある。5マナ、タイムアップかこれ。3スラ、これはもう勝ちってことですね。じゃあ。じゃあここかな。1、2、3、4、5、6、7。あ、これちょうど勝ってますね。いや、よかったよかった。じゃあ、厳密に勝ちじゃないか、これ。相手パスを選んできたら、パスを選んでくるパターンだと、負けうるか。けど、まあ関係ない。負けうりはしない。まあ、やられるというか、まあ、ちょっとあれになる可能性があるぐらいですね。違うか。変わんないな。これで、青出せるから、インバーターをプレイできるね。はい、インバータープレイ。ここで、軽蔑を打つか。なんだけど、まあ、それだと罪ですね。で、青も踏んどいて、1マナでここカウンターして、で墓地が2枚なのでパッサドラクルが通って勝ち。いけー、ウェーイ、勝ったー。やはりこの緩急あるのはやっぱいいっすよね。
相手が、そう、パスだったら消えちゃうんでってあれですね。そうそうそう。まあ、パスを選ばれた場合は、このターンいけないんですけど、逆にまあその場合は、1枚引いてからプレイすれば、まあ、確定になるんで、はい。まあ、ほぼ勝ちですね。一応相手がこっちにドローを走るとか、デッキを削るとか、あとまあその確定カウンターですよね。みたいなカードを引いてると負けなんですけど、まあそれもまあほぼ薄いんで、まあ、どの道ほぼ勝ちなんですけど、一応まあ、軽蔑を打った場合に関しては、まあ、負けの芽が発生するっていう感じでしたね。よし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 。これは、さっきより結構、まあ、そのサイドプラン、やっぱいいですね。この、普通に殴る方向から、これじゃあ、あれかな、もしかしてなんですけど、もしかしてこれメインボードはコンボなくてもよかったりしてないかな、これ。メインボードはただのエルドラージストンピー、エルドラージアグロ、青黒エルドラージアグロで、サイド後にこのタッサドラッグ4枚取って、急にコンボに変わるぜ、みたいな方向だったりしたりするんじゃない？そんなことない？いやでも、いやそんなことないな。やっぱこの無断っていう環境において、サイド後になんか助教をガンガン増やすとかっていう行為がほぼ起きないんで、まあそんな器用なことは起きないな。あくまでこのデッキタイプ相手にはこっちの方がいいとか、まあ、そういうぐらいの変化しかないから、これはなかなか殴る気満々の反応ですね。ムミーク。ミミックス大好きなんですよね、こいつ。僕のフォロツアーを822に導いてくれた立役者の一人デッシャドウか。デッシャドウはどうなんだろうな。エルドラージ的にはデッシャドウって結構難しい相手なんですよね。赤タンとか、さあこれ入ってるんだっけ今。殴りたくないけど殴らないとダメか。おい、いいんですかっつって。 2ターン目に難題出しちゃっていいんですか。頼む、レディースマッシャー引いてくれ。デッシャドウ、これは手が強い。いやー、これ普通に負けそう。手強え、これ。どうしよう、これ。うかつい、いや、殴るしかないんだけど、これ。いや、やばいな、これ。全然負けそう。でしょ、まあまあ落とすか。で、4点殴って当然スルーで11になるでしょ。でもまあ殴ると一応スマッシャー引いた時に結構変わる。ブロックされて、ブロック、チャンプで9点残りで、まあまあ手強いから相手もね、こういうリスキーゲームしますからね。これはなら、一発積もう。 一発積もう。いやー、こいついるからな。もう負けに近いな、これは。いや、無理だな、これ。バトルレイジもあるでしょ、これ。一応、ただまあ一応コンボで耐える可能性はあるか、これ。紛争してプッシュされてとかもあるし、いや、両方ともないのかな。これは辛いな。どうあがいても2枚ポンポンって引くか、あとは相手がミスるしかないけどな、これ。プロテクションこれも付き合っちゃうからね、ピュンピュンって。殴れないっす。一応まあ普通のデッキの雰囲気出しておこう。まあまあ変な、ちょっと変なだけみたいな雰囲気出しておこう。フェッチー、一番強い。てか、フェッチャとも負けてるか、これ。フェッチプッシュで除去られて、負けてますね。次何引いても進んでます。これフェッチプッシュで7点パンチ、次のターンアンブロつけて、ね、あれでバトルレイジで詰みですね。1体絶対残せるんで、プッシュ引いてもダメなしっていう、はい。今のは罪でございました。
助教を増やそう。こういうのはまあでも助教を増やすだけかな。あんまりまあ殴るプランも普通に勝てるんで、まあ、ちょっとコンボ減らすまであるけどね。こういうプランはあり得るかな。コンボちょっとずつ減らして、まあ、墓地帯もね、まあそんなに結局まあ効きはするけどって感じですよね。まあ、ただまあそのこうディスシャドウって普通に殴っていくの結構辛いんですよね。ガシガシ殴られてもやっぱ2000枚入れるかな、これさすがに2000枚入れるか。まあ、耐性量も結構辛いかったりするんですよね。囲い減らしてもいいかな、これと、まあこんな感じでいいか。イエス、先手。あ使ってみたかったやつ来とるな。やるか、キープ。大丈夫かなこれつい嬉しくてキープしちゃったけど大丈夫かな。でもこれ結構コンボ勝ちが、これは見えるな。4枚の中にタッサのタッサオラクルあると、それでもうコンボ揃ってるから急に変なの置いてきやがったぞこいつって。なんもない。まあフェイタルプッシュ持っとくか。はい今ジーンが下に行ったんでショックだな。ちょっとギバーオブルーン、イエス、強いなこいつ。土地、プッシュか。プッシュはまあ今は打たなくてもいいか。一応こっち出しといて、これであのジーン引いたらまあこっちからこれって動きできるんで、まあ一応先これでいいかな。まああれでもいいですね、アミュレットでも、あタリスマンか。タリスマンでも同じ動きは可能なんで、まあそういう感じで。マナーで黒草、さすがにスマッシュ合わせるか。出ない。でもこれはじゃあレリックがいい働きですね。うー土地がない。微妙だなこれ。エリック起動したくはあるし、殴りたくもあるけど、まあ、このターンはもうこれだけでいいか。まあ、殴んなくてもいいな。プッシュ今打っちゃうと、まあ、コラコまでこれ壊されちゃうんで、このターンは一応打たないでおこうかな、みたいな。まあ、現状こいつね、まあ、自分守れないから、まあまあ。他のも出てくる。他のに打つこともまあほぼないと思われるので。まあいいでしょうという感じですね。だったらまあエンドに引いちゃってかな。いや、言うならば普通に打つなプッシュはこれ。エンドに打って土地引いたらこっちを多分優先してプレイしそうではありますね。プラグエンジニア、強っ。でもまあここ倒すしかないですからね。守られちゃうんで。ちょ、これ殴ってきたらこっち倒すのであるけどな。これでは、これに関しては。はい、じゃあこっち倒します。さすがに。でまあドローしたい。囲いは強いけど、あ違う違う、まず囲いか。問い打ってその暴力が、まあ、結構どうでもいいよりか。さすがにデシドウですね。でワンドロー、土地がいいな。うーレリックうーん土地がないな。相手は土地を引いているな。これしかも強っ。今はライフ減らして強くできて、で、ね、ちょっとしたらあれですからね、ドローですからね。フェッチューも強いもんね。土地。ミミックは何もしない。サイクリングするか。
ない。コンバ揃ったけど このまま死んじゃうな、これ。いや、土地引かないとな。もう、そうそう。うわー、やばい、これは。ワンドローと言ってんか？6点で8。きついなー。やばい、なんか追加のカード。うわー、強い。これ抜かれるかな。渡りシェーパーかな、これは。いやー、土地なー。デッキので5枚にありますって。いやー、土地引けないなー。あ、難題は一番どうでもいい。そこは結構救いっすね。これ、マタリシェイパーだとワンチャン耐えれる目がある。6点。頼む、これ土地。引かないともう絶対無理。ただ土地。あ、引いた。よし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 。これで、マタリシェイパー出して、ね、色花問題ですからね。2、1。まあ、エディクトされるんですけど、このエディクトでまた盤面にブロッカーが出せて、そっからさらに、まあ、大丈夫、もう1枚かな。まあ、じゃプッシュでも一応耐えるんで、まあ、そこは一応、まあ、若干の浮きはあって。いや、ちょっと遅かったな、私。もう一旦早かったら結構勝ってたんですけどね。まあ、勝ちは言い過ぎか。ちょ、くられて、まあ、土地がもう1枚向け、1枚向けれるとこれが出せて、で、他椅子にもう一旦回ってくるんで、これで勝ちみたいな感じがね、結構見えてたんですけど。とりあえず暴力かな。アングラスの暴力打って、まあ、これ次第ですね。デッキのトップが、まあ、都市とかだと負けで、デッキトップが盤面に出るクリーチャーだと耐える。プッシュでも耐えてる。負け。 いやー、ちょっと長かったな、引くまでが。惜しかったな、今のはかなり。結構浮き合ったんですけどね。タイさんも入ってるんで、ちょ、ランド26ぐらい相当の土地があったから、かなり浮き合ったんですが、残念。いや、もう一回だけやろう。まあ、これラストですね。土地引けてたら、なあ、今の土地引けていたら、3-2出して、ブロックで死んで土地持ってきて、まあ、そう、さあ、上2枚掘れるから土地出してて、で、6-6出して、敵2枚になって、で、ブロックで出せる。1-3出してっていう。かなり見えてたんだけどな。これはハンデスからか。キープ。囲いから、お、氷結ですね。はい。やはり今、氷結がブームですね。まあ、強いですからね。囲い打って、ダメ、なんかいい行動したいですね。あ、さっき見たな、これ。スナップキャスターメイジはしばらく出てこないけど、まあ、チャーム強えな。これもあるから、チャーム絶対いっぱい打てるのか。強っ。マーク目にチャーム落として。これな、3体目なんだよな、何台出てくるのが。ちょっとな、一歩遅かったな。先手だったらな、これ。はい。先手であれば、間に合ったんだけど、何台が。プッシュじゃない、ハンネスが欲しかった。オラクル出しちゃうか、これ。タッサゾルク出しちゃおう。タッサゾラクル出して、レリックか。まあ、タリスマンはいらん。あ、間違えた。あ、間違えた。タリスマン積んじゃった。 間違えた。いらねえ、タリスマン。タリスマンはマジやらないな。消費してしまった。レリック欲しかったな、このターン。レリックで一回墓地飛ばしつつ、最近じゃ掘った方がよかったな。
うわ、置かなくていい、どっち。置く必要なし。職員ってことは、コア、ん？違うか、3番、あ、2ドローか。はいはいはい。ドロー2。フィールドルイン。くっ。ぐ。引いちまったぜーって。色もあのどっちが大事かだけど。まあまあ、難題出してかな。難題出して。これでまあ、打ち消されてテフェリーの返しにスマッシャーがまあ、一番クール。強い1点。これでテフェリーが出てこない。1点。タリスマン、さすがに通るね。じゃあもういてよかったかな、ジン。強、青コマ積んで、うん、あ、チャームか、はい、チャームでテフェリーで、うん、もう安全ってことですね。強い。これはもう無理だな、負けました。うん、このデッキ結構強そうだな。これはあの青黒エルドラージです。はい。カウンターハンデス墓地帯で除去はいらなくて、いや、でもそれだったらこれやっぱ結構あんま強くないな。あの色マナ事実入ってないからとか考えるとこんな感じ気がするな。これもなくてもなんとかネスだな、このデッキだと。やっぱあれさっきのあれ、ね、まあ、そかメインボードこれなくてそうだな。勝率はですね 2-3 ですね。 2-3 でした。今 1-1 でだ、これ勝つと今回は勝ち越しになって気持ちよく終われますね。ただちょっときつそうだな、このマッチアップ。とりあえずコントロールっぽく見せたくないんですよね。あと1回はここで殴るデッキで打ってミスターで勝ちたくて、それからジェイスじゃないとあんまり緩急つかないから。でもさっき先手だったらすごい強かったんだけどな。まあでもこれはまあまあ 2-3-4 で結構攻めれるからありっすね。で道中ジーン引くと 2-3 になるってのはまあ結構いい。これ出してからもコンボって分かってるんですけどね。実際これ出してる以上相手からしたらあんまりビートっぽく見えないはずなんで。うわ、タスドラクル、あ、ね、タスドラクルな、強くねえな。マジ強くねえなこいつ。これジースだったらな、結構強いんだけどな、ジースは。でも一応相手はあれ引いてないんで、アミュレットね、あれを天球儀引いてないんで、天球儀ないとね、あれで色物はマジやばいはずだから。こう、お、本当に引いたぞい。エルドラージテンプルを引いたぞい。いけー。3ターン目なんだい。これはきついはず。イエス。フォースオブネーションテフェリー。どうでもいい。一応これか。クリーチャーカウンターなんかこの方がいいな。よいしょ。で、4点で。でも、この反応絶対コンボと思ってるでしょ、これ。いや、コンボなんだけど、つって。コンボなんだけど。
舐めたらあかんぜっつって。はい、じゃあマターレシェイパー出しまーす。マターレシェイパー出しまーす。7点残り8。はい、ここで打ってくるとね、囲いが通るんだよね。あ、パス？パスギターもしかして。もしかして、おい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 。私の今の囲い引いてるからね。まあ、ここでなんとかまあ。なんとかなるでしょう。3点。それは達成そうだけど、達成たらないな。囲い打って。さすがにコア取る、どかしたいな。で、置いての青青から、こいつも1点クロックですからね。大事、この1点大事。かつ囲いはいらない、いらない感はあるな。 NO。テフェリーでバウンスするところも弱いんですよね、結構ね。まあ、プラスも結構あれだな。つまり、3点だけ入れて、3点で本体とかもあるけどな。さすがにテフェリー3点、5点の方がいいか。テフェリー出てきて、イエス。プラスっぽい気がする、この子は。バウンスしても、お、してきた。ここファースト、打点がね、打点がちょっとあれなんだよな。まだまさに引きたいか。のこのテフェラジ上的にはさすがに出します。はいはいはい、あ、間違えた。あ、多数よくも出さないかな。いやだな、これや、スマッシャー引いたら勝つもんな、これ。テフェリー倒しつつ本体3点。うん、まさかこれ出すな。1点損したな、ライフで、まあ、スマッシャーを求めに出す。インバータークソワルインバーターでかいけどでかいけど、お前でかいけど俺が死んでしまう、これは。こんな思いをしたくなかった。出さなければ引いてないかもしんないね、こいつら。どうしよう、これ。難しすぎる。マジか。マジか、これ。囲い、いや、でもハンド分かってるんだよな。フォースオブニゲーションしかないハンドでしょ、相手。まあ、バウンシッチ引いてるけど。いやー、ノー、これ。ノー、マジ？でも66なんだよな。いや、でも、ラスなかったらダメし、盤面で勝ってるから、さすがにいいかな。いや、難しい。ウーロとかでも一応まくられるから、って考え、いや、ウーロは大丈夫か。こいついるから。うん、でも、ウーロからネゲーションでブロッカーで結構まくられるって考えると、一応インバーター結構勝つんだよな、マジで。6点ボンが取る可能性があって。うん、いや難しいですね。あ、でもまあ、ルインあったから関係ないか、つって。ラストやめて、マジで。あ、よし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 。危なかった。アイランド。これコア取るかな、相手。33には出せるか、一応。出して。あ、春章か、これ。春章引きで引いたな、お前。ネゲーション？え？ネゲーション？あ、残り1か、これで。はいはいはい。じゃあもう打点増えないか。まあ、でも出すか。暇なし。で、まあ一応、あれか。あれがあるわ。サイド電車あれがあるから、まあ、一応引いて、番号が一応あったけどなかったので、7点。残1。
ラス縛りかな。ウーロでも耐え全然無理だから。よし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 。まあ、コンボと思ってる相手にね、こういうビートがね、効くよねっつって。順番が逆なのか、じゃあこれ。まあでもさっきはね、コンボっぽく動いたけど、コンボメインじゃないからな、このデッキは。やはりこのままでいいか。殴る。俺は殴る。いやでも後手はな、殴れないよな。しかも絶対ラスもサイドから帰ってくるから、まあここで振り切って、こういく。そうなったら状況、でもさすがに振り切った場合、相手の方が絶対に守れるんだよね。それがネックで、いやか、ミミックむしろ強い。むしろこれが弱いか。リックのハンドルインバータで切れそう。それは、いや、ダメです。あの、インバータの場合はですね、ミミックでかくなるんで。大丈夫です、つって。マタアリシェイパーかな、これむしろ。マタアリシェイパーの方が弱い可能性があるな。そう、だってラスを打たせる必要もあるんで、まあ、ミミックとかはね、2マナで軽く動けて、相手に結構、まあ、除去を強要させる、でも、いやー、コアトルいるんだよな。さすがにこいつか。で、まあ、こう。コアトルやっぱあるからな。でも、重くしてる以上、これはまあ、やっぱマストだな。こんぐらいやっぱ必要で、じゃあ、またシェイパー減らすか。こんな感じかな。うん。まあまあ、サイド後は、サイド後、もう本来こうしたいからね。こいつめっちゃ殴ってくるやん、怖って思った相手に対して、いや、殴らへんで。で、変えていくのが理想のサイドボードなんで。まあ、アグレッシブサイドボードっぽい感じですよね、イメージは。まあ、逆だけど。非アグレッシブサイドボードなんですけど、今してるのは。それがベストなんだけど、1本目はね、それこっちがコントロールっぽい動きしたんで、ミミックも出してないし、ミミック出したっけ1本目出してないわ。1本目なんか難題とマタアリシェイパーは出した気がするけど、まあそんぐらいであんま殴ってなかったんで、ミミックまで入ってなると絶対スマッシャーは入ってるし、まあそのそういうやつやなって思われるはずなんで、これはいややるか、引けるやろ私ぐらいっすって。すぐに今ハンデスハンデスコンボ揃ってたらやらざるを得ないよなこれで。3ハンデスよ、3ハンデス土地ぐらい引くやろう。あ、よし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 。あぶねえ。とりあえず、まあ、こっちからかな。あ、でもこれは、もうこう見たらめっちゃいい反応だな。バトル？あ、ジーニも引いた？やるやん。これかなりやるやん、これ。ハンデスモードでプレイ。で、次は難題から、その次に、これからのこれまでいける。青コマ。いや、さすがにまあこれかな。構えられちゃ困るんで。で、コアトル出てきたよ。難題出すよ。それでテフェリー出してきて、ここで。あの、これはルインあるからダメだな。一応まあ、こっからこれはできないけど、まあ、ジースプレイは可能なんで、まあ、難題出してかな。あ、構えてきた。構えてきた。まあ、でも、出す。しかし、出す。いけ、難題。ソートノットシア。何引いたんだろうな。もう一枚これか？あれ、マナリーク引いたのか。強い。まだ仕掛けれるからね。ルインを使わない。ウーロ、はいはいはい。ウーロは強いが、これでジェイスが確実に通りますね。これクリ山。お、ルインまで引いた。リリックまで引いた。じゃあまあ次にジェイス通すか、このターンに。よいしょ。
ジェイス。フォースオブニゲーションを引いてない限りはこれで通る。で、自分選んで。お、さらにハンデスも引いた。いいですね。土地がただないんで、ちょっとそこだけ、なんとかしたい。リックもあるんで、結構安泰寄りっすね、これ。整っていく。やっぱこういう風に動くと強えな、マジで。ルインで、はい。じゃあまあ、沼かな。さらにルインもある。サンマナガは何でしょうね。サンカランか。とりあえずまず自分に使うか。1枚引いていく。土地がないな。あ、まあ、これ置きたいな。置いちゃうか。よいしょ。通った。じゃあ囲いをとりあえずプレイ。お、通った。じゃあ青コマでいいかな。コアトルは全然意味ないので、テフェリー消すのも一応あり。まあでもコアトルでいい、青コマでいいか。でレリックが通って全追放ですね。この状態でもこれウーロー出てくるのも全然問題ないか。問題ないな、これ。ウーロー出てきても。出てきたら勝ちだな、これ。さすがにパス。まあ、これ使ったら、切ってやってもいいか、みたいな。はい。まだ一応、U って言っといて、急にコンボデッキ。そう。やっぱね、でもこれがね、目的ですからね。これでも相手もう5枚ないので、ウーロも出てこない。アストラも強い。アーカルブの天球儀分かんないのは1枚。ただまあまあ多分これ起動しますけどね。土地が欲しいんで、土地引いたらもうこれ打ってこっからジェイスで勝ちな確定するんで。ルインか。はいはいはい、まあ、ルインも2枚打たれても問題ないですね。2枚打たれてもカウンター打てなくなるんで。ジェイス2点。終わり。じゃあ起動しよう。エンドに土地引かない。う、引かない。くー。で、まあ、墓地を肥やしに来たかな。ドローステップか。はい。これな、どうしよっかな。インバーター、インバーター出すかどうか。いや、土地引いたらめっちゃ簡単だったんですけどね、これ。もう見てから出して勝ちだったんだけど、これですね、カウンターあったら寒すぎるんだけど、でも相手はこれ構えるしかないっていうのもあるんですよね、問題として。さすがにまあまだゆっくりできるから、今スマッシャー出してもいいけどね。このターン5点殴って、まあジェイスプラスして、あるいはここを1体倒しておくとジェイスが死ななくなるか。まあ2モードで打つか。じゃあ、いや微妙な、2モードもな、微妙だな。いや、まあいっか、プラスそっちでいっちゃうか。おもちゃをあんま増やさないようにして。ウールは入っているけどね。瞬書もあるけどね。引いたか。いや、難しい。またアリシェイパー出すのも結構ありなんだけど。いっか。いや、2モードで打つか。こことこれで、はい、
いや、あ、微妙だったな、これ。これ壊されると土地持ってこれないんだった。ミスったな。これもう、いや、まあでも、あれか。これで、いや、ミスった気がするな、今のは。土地もうないから、今行くべきだった気がしますね。あ、でもこれ、あれ引いてる相手。あ、カウンター引いてた相手。じゃあ、よかったです、つって。じゃあ、よかったです。じゃあ、もう一回に戻りますか。じゃあ、これ、スマッシャー切っていいかな。え、ただ、二モードにしても特別ないか、これ。いや、パスを飛ばすのは、言うて意味あるか。微妙だな。ないっちゃないな。これでインバーターをもうプレイしてもいい気がするな。まあでも、瞬生とかもあるな。はい、ないです。もう土地はないです。こうやったテフェリーやったら、ここバイアスしたらもうね、俺が出さないことを確定するから、テフェリー出していきそうだな。だけど出さないってことは、これカウンターさらに引いてそうだな。つまりスマッシャー出すか。だったらやっぱパス、いや、まあでも相手、で切らさず、切るからな。難しいな。いやー、さっきいろいろ見せた気がするな、これ。いやー、結構下手だったな。スマッシュ出そう、もうミスった、ミスった。僕は間違えました。急に殴ります。僕は殴ります、スマッシャーで。うわ、強っ。カウンターは、ただ、これだと、相手、もうこれ2枚確定してて、さらにトップデッキしないといけないから、いや、結構ないんじゃない？つって。で、テフェリーそろそろ来る？ジェ、上、おい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 。どういうトップしてんねん、あそっから、つって。カウンターはカウンター、ジェイス？つって。これもさらに、まさかさらにカウンター引いてる？これ。こっち出すか。いやー、カウンター引かれてそうだな。うわー、引いてるよ、カウンター。マジか。あそっからどういうトップしてるんだ、こいつは、つって。わ、いや、そっか。そう考えても、じゃあそっか、ミスってなかったんですよね。相手がその最高のトップをしてる前提で動いてて、実際最高トップしてたんで、まあ、してないで突っ込んだらよかったなっていうのが僕のまあ反省ではあったから、つまり合ってたプレイは。はい、正しゅうございました。 相手は常に最高のトップをしていたっつって。マジか、すごいな。これもインバータも出そうだな。でもこんだけあるから、もうインバータ5しそうですね。リック引いたらまあ結構勝つけどね。囲いはいいですね。これはインバーター出しちゃって、ん？マジだ。あ、1点、この1点響くぞっつって。 ミスったー。あ、いいか。デッキをなくして、デッキ7枚になったよと。で、ウーラーはブロックできるし、あ、パス、それあるか。そうそう、パスあったわ。はい。で、タッサーズオラクル、タッサーズオラクルができるし、ジェイスプラスオラクルもできるから、まあ、ちょっとハンデスがない前提で、おこれ、そうだな。一応、囲い打って、もう土地引いたらできるんですよね。土地一緒できないのに結構、まあ、入ってはいるんで、2枚入ってから土地が。土地2枚いるから、土地引いたら、多分ほぼ勝ちな気はするが、スマッシャー。まあ、じゃあこれも行くしかないですね、これで。カウンターがもうないこと。だってそれで相当引いてるからいけるでしょう、つって。
1,2,3,4,5,6,7、はい、じゃあカウンターも8枚引いてるからいけるやろこれはつって青を出して、あっとっとっと、いやこれもな、土地引いたら勝ってたんだけどな。青を出して、まあただこれも一応なかったら勝ちなんで一応いやカウンター持ってそうこの間、あー何枚引いてんねんつって負けました。強すぎでしょちょっとあそっから全部カウンターって、カウンターカウンタージェイスってどういうことやねんつって、あーこれ引いたら勝ったな今。あ、これでも結構良かった。いや、これダメか。いや、惜しかったなぁ、マジで。うん、でもこれって耐えてたか。これ引いてたら、ジース出してカウンターされて、これ打って、ゲインで、あれだから8になって2残ってるから、それでも結構勝ってたなぁ。いやぁ、惜しかったなぁ、マジで。いやぁ、今の負けるのは悔しいっすね。もっといっぺんできた気もするなぁ、でも。いや、でも難しいな。一応、カウンター引いてる前提だと、まあそこで、まあ1枚使わないでも一応あったな。あそこでスマッシャーだけ、え、でもスマッシャーから行ったっけ、確かのターンは。スマッシャーから行ってカウンターされて、あ、違うか、ハンディスから行ったのかね。ハンディスから行ったから、あのターン、ハンディスから行かないがあったか。スマッシャーまず出して、で、スルーされて、5点入れて、で、青駒引かれて、で、ハンディスカウンターモードに、いや、微妙だな。それパスがあるからテフェリー捨てられて終わりだもんな。テフェリー切ってパス打たれてカウンターで、耐えられてるか。で、ジェイス出されて返しにインバーター出して、まあパスがないからブロックができてるか。そうですね、一応これを打ったターンが1個無駄だった可能性があるな。そこで、まあ、相手のトップがカウンターであるっていう前提で動いて、でもな、難しいわな。トップがカウンターであるっていう前提で動いても、その後のジェイスがなかったら基本勝ってるんで、結構最悪をケアしすぎるとやっぱり決戦で負けるんですよね。最悪をケアしすぎて動かなさすぎると、普通にその動かなかったターン分の差、そういう意味はそのターンにドローとか引かれちゃったりすることがあるんで、あと、まあ、その動かなかった場合、最初のターン動かないと普通に最初にジェイスポンで置かれちゃうと、それもかなりきつくなっちゃうんで、そう、バスケハンデスから行っておくと、一応最初にトップがジェイスだった場合は話変わってくるから、そのファングクワッター倒してるから、ジェイスがこっちのジェイスが生き残るんで、むずい。まあでも、はい、とりあえずそんな感じでした。結果 1,2,2,3 だったけど、結構こっちバージョンはまあいい気がしてきた。まあリリックメインにいらない気もするなとかありましたね。やってた感じ、やっぱその基本エルドラージ殴るっていうところから緩急つけれるっていうのは、結構そのプレッシャーというか、そのなんだろう、対応できない感があったんですよね。やってた、さっきの試合もそうですよね。もうメインボードで、まあちょっとコントロールっぽくな、その普通のコンボっぽくなっちゃった。なっちゃって負けた時にサイド後アグロ、もうそのこのコンボほぼ抜いてちょっと減らしてアグロっぽくいったら、それが普通にハマって勝って、サイド後はね普通に戻したら相手ラスがね一気に入ってたりして、それ勝ち目が結構あったし、今結構まあだいぶ多分今のシーンがあった場合10回やったらまあ9回勝ってる感じだと思うんで、実際問題なんで、まあプラン的にはうまくいったなっていうのがあって、メインボードはかなり中途半端になっているんで、そこをもうちょっとね、痩せれたらいいなっていう。まあ、レリックがね、結構やっぱ難しいですね。サイクリングじゃないけど、やっぱそのマナーがね、追いつかなくてなんで。で、マナーベースは、まあこういう感じが良かったですね。はい、別に無職1個しかやらないんで、そんなもういっぱい取る必要なくて、もうこんだけ4、8、12、14、15もあったら、これがまずいらないかなっていうのもあったんですよね。まあ、タイスマン全部抜いちゃっていいかなって。っていう、そう、それですね。多分それが一番大きいかな。タリスマン全部抜いちゃって、で、普通のエルトラシデッキにする。ランドはもうちょい増やす必要があるんですけど、ランドをもうちょっと増やして、で、そこに、なんか空いた枠に、それこそまあこういうのいっぱい入れた後に、あいつ、3-3にかな。エルトラージ。
どこだ、おらんぞ。あいつゲートウォッチじゃないよね、確か。戦乱の前日があった気がするな。あ、いた、こいつ。白黒お肉入ってるやつですね。これを取るとかもなくはない。なきにしもあらず。まあ、やっぱそれちょっと弱い気がしますよね、このデッキだと。まあ、そのテーマでこれしか追放できなくて、かつ何台、まあ、この2枚しか追放できないんで、まあ、ちょっとこいつは怪しいけど、まあ、なんか、何かしらエルドラージを増やす方向はあり得るかもな。これはさすがにないか。追放できんな、つって。うん、まあ、まあ、エルドラージ、投げる方向をちょっとね、押していくのはありだと思うんで、まあ、6号を入れるとかもありかもしれないですね。まあ、実際これ2枚ぐらい強できるかもしれないんで、2枚ぐらい入れて、起きる方のやつですね。普通に強いやつ。よく入ってるやつね。あれを入れる、1枚、まだ入れてみてとか、そういう方向で、まあ、その、普通の投げる軸をちょっと強く押していくのは全然いけるかも。あとはこれとかもいいかもね。なんか避けるもあんまない気するけど、まあ一応まあ最悪これ避けてもいいんで、もう別に。これでもいいしね。これとかもなくはないかもしれないです。はい、まあそういう感じで今日は終わりにします。またね、これは結構面白かったんで、やるかもですね。まあ、ただね、僕あの先週の放送では、もうこれからモダンやってきます、ガンガンやってきますって言ったんですけど、プロツアーがね、なくなっちゃったんですよね。もうこればっかりはしょうがないけど、しょうがないですけど、プロツアーがなくなってしまったので、モダンをね、あんまやんないです。むしろスタンダード結構やりそうなんですよね。もう近々あるイベントは、まあ、近々がもうないんで、マジなんもないんだけど、まあ、C で言うならば、ミシックポイントチャレンジかな、が一応あって、まあ、あれぶっちゃけ僕にはほぼ関係ないんだけども、まあ、まあ、なんもやんないよりはね、まあ、あの目標があった方がいいからやる、あった方がいいから目標に向けてやるっていう風になってくるんで、またスタンダードをね、いじってくるかなと思うんですよね。だから、まあ、このデッキはめっちゃ楽しそうなんで、まあ、遊ぶかもしんないし、もしかしたら来週、スタンダードやるかもしんないですっていう感じでございます。まあ、来週何するかまた、その放送の前のツイッターで告知しますんで、よろしければご確認ください。じゃあ、そんな感じで今日は終わります。もうご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。それでは失礼いたします。おやすみなさい。お疲れ様でした。